こんにちはっす。こんにちはっす。どうも、ブルアカ配信者のレトルトと申します。よし。今日もね、この、ブルアーカイブの方を、やっていこうかなと、思うんですけども、俺ね、初めて、あれだわ。ブルアカライブ。ブルアカライブっていうか、俺、コンテンツのアップデをね、アップデ情報とかね、をね、見たのがもはや初めてとすら言えるね。うん。そう。今までさ、まあ、ソシャゲやり出してからとか、もう別に特に、そう、そもそも最新に追いついたのが、なんなら初めて。あ、まあ、ニンテンドームービーみたいなやつあるじゃん。あ、なんだっけ？ニンテン最新情報みたいな。いや、あれは見たことあるけど、そういうのじゃないやつね。うん。あ、そう、忍大。うん。まあ、忍大とかは見たことあるけど、ゲーム、アニメも別に言うてそんな最新情報はあんし、うん。いや、だからね、面白かったね。あ、みんなこんな感じなんだっていう。うん。俺、あと、あれだわ。星野のぬいぐるみ予約したわ。楽しみだわ。届くのが。あと、リナリーのタペストリー買った。ブルアカじゃないけど。うん。早く来てほしい。え、めっちゃいいわ。いや、あれできいいよな。サンプルの。うん。え、結局そう、ゆりか様のぬいぐるみ買えてないんだよな。もう無理だよな。なんかそう、最近ね、オタク菌がちょっと、復活しつつあって、今俺ちょっとオタクとして大事な時期だから、みんな俺のこと、優しく見守っててな。うん、今俺今大事な時期。うん。今ね、すげえ、なんだろうな、超再生で、必要な休息だったのかもしれん、もはや。俺のオタク菌が衰えてたのは。うん。今、ちょうど、その筋繊維、オタク菌の筋繊維が、ちょうどね、結びついてきてる時なんだよね、今ね。うん。すげえ、ここは今オタクとして、大事な時期に今俺は入ってる。うん。そう、頑張るための休息、それも一つの準備ってわけよ。うん。やってくか。プロローグだけね、さっき触っちゃって再生しちゃったんだけど、見てないので。ね、ちょ待って。4.5 のさ、ムービーだけ見ようぜ、みんなで。これ、ちょっとエピソード飛ばすわ。見てない人もいるかもしれんから。これで流れるだろ、多分。初見だけなの？もう流れない感じ？うん、よし。あ、スキップすると飛ぶんだ。あー、オッケー。え、なんかリコレクトメモリーみたいなのね、なってなかったけどね。リリースされてんの？もらえてんの？これでいいでしょ。ダダ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 ダ。あ、ここからお前ら重大なネタバレ来るぞ。QED。ウィン。お前らガチネタバレな、これ。
目つぶれ。見てない人目そらせ。もう目開けていいぞ。工藤新一がコナンだっていうネタバレが急にここで挟まるから。ですから。来た。帰りましょう、先生。私たちのすべての愛がある場所へ。来たー。でもね、出たかよ。今さらさ、大物ブルーの意味わかんないんだよな、こいつ。最終編でだいぶ小物になったはずなのに。でね、いやー、これですよね、これ。ここ、今の。もうね、いいよね。いや、あれさ、ワンチャン最新星の説も出てるよね。断髪するんじゃないかっていう説も。今まで出てきたスチルより荒いからな、髪の毛の切り方が。なくはないよね。その場で切りましたみたいな荒さではある。毛先が揃ってないから。まあでもなんかあれだよね、クズの葉の能力で逆光みたいな説も出てるし、まあそっちの方が正直濃厚かなって感じはあるけど。でも、わざわざこの後日談の後に PV 流すってのは、ただ単に、ユーザーの動線として敷いてるだけなのか、それとも、その意味があることというかさ、工藤新一イコールコナンっていう情報を知った後に読むべきものなのかっていうのは、ちょっと、真偽分かれますよね。でさあ、あれ、目元赤い子いたじゃん。あれ誰だっけ？出てきてたっけ？あのさ、温泉部のさ、部長みたいな見た目のやつ。見た目、みたいな、クズの葉ファミリーの子。百鬼夜行の霞みたいな百鬼夜行。霞みたいな百鬼夜行。初出か。俺あの子の顔結構タイプなんだよな。なんか、俺の勘が告げてる。顔しか映ってないけど、俺のね、目がそう言ってる。うん。読んできますか。準備はできています。いつでもご指示。俺ね、正直言って、ブルーアーカイブのバニー、まあみんなほどの評価ではないんですよ。みんなほどの評価っていうか、そのインターネットを揺るがしてるレベルの。俺正直あの C&C の面々、基本的には制服の方がどっちかっていうと可愛いと思ってて、ただトキに関してはちょっと普通に癖だいぶ。ブルーアーカイブのね、バニーの中で一番エッチだと思うし、先生、一番、なんだろう、髪を下ろしてるのもいいし、準備は完了しております。
一番ね、来てます。欲しいです。明確に。聞きたい。メッシュもいいよな。いいよな。わかるわかるわかる。ガチで時って美人なんやなって思ったね。でね、そう、やっぱエッチ、やっぱ俺は常にその可愛さとかそのを求めがちなんだけど、可愛さとエッチさってあんま両立するのが結構高難度というか、もう非常に高いレベルで両立してますよね。読んでいくか。スーパーモモイトルネード、スーパー説明いくか。あ、ミスった。ゲーマー A、 落ち着いてまだリカバーできるよ。え、プロローグ見てないか。オッケーオッケー。花岡ゆず、きたー、なんかスキップ。いろいろあって今はこの格好をしています。よろしくお願いします。マジで可愛いよな、このメイドゆず。俺ゆず、まず通常ゆず持ってないし、おでこ、いや分かる、おでこも可愛いよな。なんかよれてるのもいいし、絞ってるとことさ、やっぱ袖って大、俺ね、やっぱね、袖は、こういう、特定のキャラにおいて袖ってやっぱ大事なんだよな。腕が引き立つ。準備はできています。うん。いつでもご指示を。そう、腕が引き立つんだよな。え、プロローグってどっから見んの？ねえ、飛ばしたら見れないの、プロローグって。先生、あ、ストーリーからか。オッケーオッケーオッケー。あ、今あった。オッケーオッケー。え、じゃあ同じじゃね。準備はできています。あ、本当だ。いつでもご指示。ミレニアムタイムズスクエア、私は理解あるメイドですから。あ、本当だ本当だ。先生、来ましたか。理解のあるメイドくん、お待ちしておりました先生。ああ、トキ、こん、トキ、ああ、お、やっぱトキ、トキバニーはトキバニーにしかない良さが明確にあるな。通常トキもめちゃくちゃいいし、やっぱそれだな、俺が特に今回心動いた理由として。飾り気のない部屋で申し訳ありませんが、どうかおくつろぎください。あれ、今トキ一人。はい、まあそんなところです。先輩方は任務に行ってしまいましたので、私自身今まで C&C 所属といっても先輩方と任務を行っていたわけではありませんでしたから。でも可愛がられそうな気配あったよな。任務に呼ばれないのも仕方のないこと。なんかちょっと意気消沈。 A コールサイン04の名が泣いてますとも。しくし、うわ可愛い。え、なんかちょっと砕けたね。な、馴染んだんじゃない、ミレニアムに。ちょっと怒ってたり。そんなことありません、私はいつも通りです。そういうことを口にする人ほど。先生は何か勘違いされてるようですが、ピースピースの頃よりさらになんか馴染んだ感じがする。私は極めて冷静です。心は穏やかなような水面のように泣いています。なお、セミナーは私に対する命令権の引き継ぎを拒否しました。よって現在私に指示を下せるのは、そうなんだ、シャーレ、つまり先生だけです。そのため先生が私に命令を下さらない限り、ああ、仕事、職なしってことか。いつまでも待機せざるを得ないわけです。まあただそれだけのことですから。ええ、トキ、事実を述べただけに過ぎません。お気になさらず。ええ、何の問題もありませんので。
え、おい、ちょっと待って、ニートメイドってめっちゃ、ワードめっちゃいいな。それ元ネタあんのか？え、ニートメイドってよくない？どうかされましたか？私に何かご用でしょうか？ C&C のコールサイン04、このアスマ時に。いえ、申し訳ありません。特にそういった意図はないというのも理解しております。あるにはあるんだけど。大丈夫です、先生。お気遣いなく。あるのは本当だよ。私を気を使って、気遣って余計な仕事を増やす必要はありません。先ほども申し上げましたが、私は極めて冷静ですので。寂しいとか心細いとか、暇で暇で仕方がないから何か問題でも起こしてしまおうかな、などと思っていませんとも。ええ。いやー、ちょっとさー。俺、やっぱ、ミレニアムが一番、その枠組みとして好きだから嬉しいわ。俺がちょうど最新に追いついたタイミングでさ、来たさ、新しく来たイベントがさ、ゲーム開発部っていう時にお願いしたいことがあるんだ。その表情、その顔、どうやら本気のようですね。では私もそれに全力でお答えいたしましょう。お話が長くなるようでしたらお茶をご用意しましょうか。先生、大丈夫ですか？承知しました。これは C&C のコールサイン04として先生からいただく初めての依頼。記念すべき瞬間ですね。一体どのようなことを要求されるのか、心の準備はできております。それでは早速お伺いしても。メイド服が欲しいんだ。メイド服ですか？なるほど。ちょっと待って、今のは何？先生にはそのようなご趣味があるのだなと。いえ、私は命令を遂行するだけですので。まあ、メイド服って大体の人趣味じゃない？ですが、そうですね。え、ちょ待って、メイド服ってさ、どうなんだろう。ヨウさんたちメイド服に何の心も動かないってこともないと思うんだよな。もうもはなんかなもはや全ての人に需要があると言っても過言ではない。ああ、急いでご入り用でしたらこの場でお脱ぎしま、あ、サイズが合うかわかります。あ、そう、あ、そっちと思われてるってことか。俺が着るって思われてんだ、これもしかして。ちょっと待って、誤解だよ。メイド服を着るのはゲーム開発部、ああ、なるほど。これ、も、作戦的なね。はい。ゲーム開発部ですか。おー、白亜の予告状。あ、でも女先生ね。なんかさ、エピソードが最新になれば最新になるほど先生、女性っぽい気もしてくるんだよな。なんか。初期の頃は全然そんなこと思わなかったんだけど。あ、ミスった。ここからか。落ち着いて、まだリカバーできるよ。焦って強パンチしたって無駄無駄。見てからの回避、余裕だよ。強パンチ見てから余裕でした。今こそあの必殺技を使うチャンス。いくよ！ CD 同時押しからの AABBCCABCCC キャンセル。続けて。左、右、下。左、右、下プラス AB。レッツゴージャスティン、超必殺スーパー桃井トルネード。ドスパタン。え、桃井って勝つことあるんだ。一番弱いんじゃないの。もはは、は、私の勝利だよ。長かった、本当に長い戦いだった。緑はユズ、アリス、そして先生にも負け続けてきた日々がようやく報われる。ああ、なるほどね。もうそんな過去とはおさらば。これは後世に語り継がれる偉大な伝説の第一歩。そう、今日こそ桃井伝説始まりの日。
桃井伝説ってなんかあれだね、ミクル伝説みたいな。ねえ、今の子もしかしてあれじゃない？まさか噂の勝つまで続けず迷惑がられてんじゃん、桃井。地元で有名なあいつ負けてやらないといつまでも連呼 し続けるんだよな、みたいな。勝つまでじゃないもん。普段はそんなに煙たがられてるね。ほら、勝つって言葉にすぐ反応したよ。噂通りだね。じゃあ、あの子が。え、もしかして私有名人だったり。よくない方のな。リトルタイラントに違い、あ、どうやら違いそうだな。別人と、誰それ。最近この辺のゲーセンで噂になってるよね。不利になったらひたすらレバガチャしてくるんだって。しかも自分が勝つまで再戦してくるし、離席しようとすると睨まれるとか。でもダイパンやリアルファイトはしないでちゃんとマムナーは守ってくるらしいよ。まああくまでゲーマーですよと。ダイパンもリアルファイトも筒はしないよ。レバガチャは。それはまあそうかもしれないかな。ほらこれ SNS にリトルタイラントっぽい子がいる。タイラントってなんだ？本当だ。しかもこのゲーセンの写真だし、やっぱ本物だよね。え、え、な、何が起きてるの？この人だから一体何なの？ほら、あれがリトルタイラントだって。は、早く行こう。根があったが最後、日が暮れても再戦要求され続けるって噂だよ。一番迷惑だな。だからそのリトルタイラントって何？私がそんな風に見えてたってこと？私ただの一般ゲー、こんな子が一般ゲーマーだったら、ちょっと、一生ゲーセンに通っちゃうかもしれないな。おう、これはこれは、はじめまして、リトルダイランド様。なんだこれ？おう、これは、これは、はじめまして、え、ちょ、待って。もうさ、なんか、あれだね。ブルーアーカイブ、コメディ特化バージョンみたいなあって、なんか黒服とかがこう、コメディ乗りに、黒服も含めてみんなで仲良くし、唯一男でさ、まあ、ブルーアーカー男排除されてるけど、黒服とか含めてワチャワチャやってる姿も見てみたいなって今一瞬思ったわ。誰？これは失礼。私は、道田明太郎と申します。どうぞお気軽に明太郎とお呼びください。早速ですが、リアルタイラント様、あなた方にお願いしたい依頼がございまして。いや、そもそも私は、特別珍しいものでは、難しいものではありません。ただのお掃除ですから、ね。簡単でしょ？お掃除？え、お掃除です。もしや、ご都合が悪かったでしょうか。まあ掃除くらいなら、でもそれなら誰でもいいんじゃないの？いやでも武力的なお掃除だろうな、これはな。いえ、ぜひともリトルタイラント様にお願いしたいのです。日時と場所は、こちらの封筒をご確認ください。ちょっと待って！くれぐれもご内密に。それでは頼みましたよ、リトルタイラント様。え？あ、自分、勘違いされてんのか。いえ、C&C のミカモネル様。ネルがちょっと、あれか、だいぶ、あの、アリスとのね、やりとりを経てこうなってしまいましたよ、と。え？え、でも、ネル、ももより弱そう。ってことがあったんだよね。ん？ちょっと待って、この子たち、え、アリスとユズって、身長同じくらいか？お姉ちゃん。何？なんでうちが C&C の依頼を受けなきゃいけないの？ちゃんと人違いですって言った？いや、私だって言おうとしたんだよ。でも一方的に話しかけられてすぐどっか行っちゃったんだもん。アリス、わかりました。桃井が新しいクエストを受けたのですね。パンパカパーン。それじゃあ、外に出ないといけない。それじゃあ、外に出ないといけない？どうしよう。ごめんね、みんな。あの時私がはっきり断ってたら、うわーん。はぁ、とりあえずお姉ちゃん、依頼の内容が掃除っていうのは本当なの？うん、依頼してきた人が何回も掃除って言ってたし。でも本当に掃除だったらお姉ちゃんの言う通り誰でもできるはずだよね。
なのにわざわざ C&C に依頼するってことはすごく広いお家とかなのかな。危ないよー。C&C に依頼するような依頼をゲーム開発部が今回行うってことか。ちょっとやだな。手伝ってくれるの緑。お姉ちゃん一人だと心配だからね。もう受けちゃったんだし、断って揉めるくらいなら早く終わらせた方がいいし。だってネル先輩 C&C のふりをして掃除するだけなんでしょ。うわーん、お姉ちゃんはできた妹を持って嬉しいよ。分かったから離れて。掃除、外にたくさんの人、知らない相手と会話。この物語の始まり告げてんな。大丈夫だよユズ、私たちが一緒だから。怒り、破滅、腐食、絶望、虚脱、世界は今破滅に向かって。これ2012年頃のボカロの歌詞だな。みんなでお掃除クエストですね。そういうことだから先生手伝って。私も。うん、先生が一緒に来てくれたら私たちで届かないところも安心だし。依頼人に何か言われたら臨時顧問ってことで。それにそういう言い訳は大人の先生なら上手かなって。大人がちょっと言い訳上手っていう風に思われてますね。大人に対する思いのイメージって。先生も一緒なんですか？それならアリスは何も怖くありません。士気が上昇した勇者は。アリスがさ、近くにいてくれたらさ、その一生自分が黒に染まることはないなって思えるよね。そのアリスに顔向けできないことはやっぱやらずに生きていかなきゃなって思うから。すいません、先生が一緒にいてくださると私も少しは勇気が出せそうです。うわ、なら一緒に頑張ろうか。やった、ありがとう先生。それじゃあ臨時顧問の先生に早速お願いがあるんだけど。どんなお願い？メイド服を用意して。なるほど、そこで冒頭につながりますよと。という事情がありまして。そういうことでしたか、承知しました。できればネルには内緒にしてもらえると。私になら話しても大丈夫と。時なら助けてくれると思ってごめん。なるほど、ご安心ください、秘密はお守りいたしますので。このお礼はいつか必ず。あ、なんかこの少ないニコいいな、穏やかな顔。はい、楽しみにしております。なるほどね。で、こんなに人がいるところは慣れてなくて、これもある意味イベントだとは思いますが。いいね。箱はどこに。あれがないと私。あ、そこにこもってないってことだよね。見つけてくださったんですね。おう、ありがとうございます。かー、ゆずか。ゆずが一番武器ではあるな。そのアリスはやっぱちょっと不正。みどももブヒ力高いのユズか。お掃除を始めましょう。桃井たちと約束した時間になり、周囲に視線を合わせると、むすけると。マジかよ、そりゃそうだわな、みんな分あるわな、実装されてないだけで。いや、ちょっと待って、可愛すぎる。ちょっと待って、腕を、ちょっと待って待って、腕細っ。ヤッホー先生。ちょっと待って、めっちゃ可愛い。
ちゃダボってていいね。うわいいわ、うわいいわ、楽エデンだねここ。こんにちは、もういい。じゃーん、メイド服だよ。どうどう、かわいいよね、似合うでしょ。でははっきり言って、いや感想、あ、張り切って感想どうぞ張り切って感想どうぞ。かわいいな。あ、私はきっとこの日のために生まれてきたんだ。いやでもキモくない、これがハマる。ほんと？そんなに喜ばれるとちょっと照れるかも。はぁ、あ、はぁ、あ、もうお姉ちゃん急に走らないで。でもさ、この感じ珍しいね。今まででなかった立ち絵かもしんないね。それにさっきまで動きにくいって散々文句を言ってたのにどうしたの？ふっふん、先生に早く見てもらおうと思って。うわぁ！やめ！お待たせしてしまってすいません先生。そんな顔しないでくれ。気にしないで、緑も可愛いね、よく似合ってる。そうです。うわだ、もうダメだ、緑ダメだ、俺ちょっと緑はなあ。そうですか、ありがとうございます。俺が間違ってたかもしれん。俺最初緑その好き好きすぎてちょっと罪悪感があって桃い派だったんだけど、確かに嬉しい、確かにその確かに上がる口角を感じてるよね。ほらゆずもおいで。あ、うん、公式が正しかったのかもしれん。どうでしょう先生、うこのスカートヒラヒラしすぎじゃ。とても似合ってるよゆず、最高だよ。先生。あ、その、あう。次はアリス。かわいい、でも、かわいいわ。って、あれ、アリスは？いや、かわいいな、ガチで。アリスちゃんどうしたの？ダメだ、かわいいとしか言いようがない。やっぱりアリスにはまだ早いです。メイド服は、神聖視してんのかな逆に。ネル先輩の服です。アリスには無理、あ、なるほど。何か、ヤンキーの服だと思ってる、もしかして。なんとか説得して、ここまで来てくれたんだけど、クラシカルなのもいいよな。いや、それしかありえないもんな。ゲームか、よく、俺ちょっとね、ほっとしたんだよね、ゲーム開発部が。そのこのタイプのメイド服で、うん。アリスちゃんずっとこんな調子で。トキは湧いた、うん。トキのバニーには湧いて、ゲーム開発部は安堵と共に湧いた、うん。メイド服はまだ早い。俺だってさ、今回のさ、ブルアカのさ、配信でさ、ユズにさ、隠れ巨乳説っていうさ、説があったっていうことにさ、もう驚愕したもんね。そんな説がまず出るものかねっていう、そんな発想に至るっていうことがまず、世界は広いなって。メイド服はまだ早い。この C&C の皆さんのような動きがまだできないかなと。だから自分で着るのは抵抗があるみたいで。アリス、衣装を着るのに早いも遅いもないんだよ。着てみないと何も始まらないんだから。ここ、桃井の性格が出てますね。ですが、アリスは。どんな勇者も恐れずに挑戦してきたよね。だからアリスも一歩踏み出して冒険を始めてみよう。確かにそうですが、わかりました。アリスは勇者ですから。
うわーん。アリスのね、より一番、ここが、いいっすよね。一番というかね。本当に似合ってるのでしょうか。うん、とっても似合ってるよ。大丈夫。アリスはアリスですか？メイド服を着ていても。もちろん！みんなありがとうござ、いいなぁ。どんな姿でも。おー、また一歩進化したな。いや、俺さ、最近さ、でもさ、なんだろう。まあ俺自身さ、まあ自分からさ、進んでベラベラ語ってるけど、そうなんかガチでロリコンじゃなくて、その、マジで、なんか最近その名がやっぱ知れ渡って、肩組みに来られるんだけど、なんか、それは違うよっていうのはやっぱ言いたい。うん。ガチ。なんならその年、なんなら俺を基準にして考えたときに、年上の、あくまで、薄かったりとか低身長が好きっていうのがあって、で、そうなんだね。で、朝日ぐらいじゃないかな、多分。同じ、俺が一番好きなキャラの中で一番若いのは朝日じゃないかな。多分。なんなら。朝日より下になってくると、ほぼ好きになることがない。うん。そう。で、俺、なんだろうな。そもそも、いや、マジで肩組まれても困るんだよね。本当に。うん。で、低身長で、胸があっても別に、ダメってことはない。でも、ロリ巨乳は、俺がそもそもロリコンじゃないから多分好きじゃないんだよね。うん。なんなら。うん。アリス、やればできるじゃん。偉いよ、アリスちゃん。アリスちゃん、頑張ったね。よく頑張ったね、アリス。みんなでアリスに拍手を送った。そうしてゲーム開発部はハッピーエンドを迎え。いや、マジで肩組まれても困る。その、ルニはまだ早かった。そういえば全員コールサインはダブルオーナーだね。まあ、かっこいいからでしょ、これって、ただ単に。先生が借りてきてくれたメイド服、サイズ的にネル先輩のしか合わなかったんだ。ユズとアリスちゃんの分はネル先輩のサイズ違いの予備みたいです。背が伸びたら、こちらをお使いくださいというメモが挟まっていたので。んー。ユズとアリスは、だから要は、サイズが、あ、いや、サイズ違いのか。ごめん。まだ背が伸びることはないだろうな、でももう、ネルは。サイズ違いの予備は、緑が言った通り、私でも着られましたが。あとは全部ブカブカでした。特に、カリン先輩。でもさ、だからそれこそさ、俺は、ネル、将来のネルとかも、めっちゃ、好きだと思うんだよな。ネル、カッコ27とか。あとは全部ブカブカでした。特にカリン先輩のメイド服はものすごく大きかったです。まあでもこれで準備は万端だね。ふふ、みんなでのメイド服姿も先生にちゃんと見てもらったし。はい、冒険の始まりです。先生がついてくださるとはいえ大丈夫かな。うー、ロッカーに帰りたい。
そうして勇者たちの冒険が始まった。ちょっと待って、一旦話すだけ話してからちゃんと向き合おう。ごめんダメだ。ちょっと久しぶりのブルアカ実況で浮き足立ってるってのもあるけど、意識ちょっと一旦蹴りつけてからにしようぜ。みどもも27はダメなんだ、別になんだろうって言われたけど、それはだって合わないじゃん、それに関しては。で、将来のネルが胸でかかったら嫌だけどね。いや、それはそうだろ。でもそれは別に、そうなんだろうな。だっておかしいじゃん、それは。それはなんだろうな。それがハマる、おかしくない?だって、それに関しては。おかしくなきゃいいだろ。おかしくなきゃまだいいんだけど、おかしいだろ、それに関しては。だって、今のもう見ても、いつか身長が背が伸びたらこちらをお使いくださいというメモが挟まってたのって言ってんじゃん。もうこれは背が伸びないっていう、ネルはもうこっから身体的な成長はしないっていうことがもう逆説的に提示されてるようなもんなんだから、おかしいだろそれは。ネルに関してはな。緑の方が別成長してても許せる俺は。オッケー。俺は、緑は、全然あり。ありだ。ありすぎる。緑は全然許容ってか、そうなんだろう。あれだわ、いいわ。いや、わかんない。俺に許される必要はないし、あれ、分かってる。俺が許す必要なんてないんだけど、許すっていうか、むしろ良さ分かる。良さが分かる。ありだね。ありっていうか、別に桃い、みどももは、ありだよ。ってか、むしろ、ワンチャン、いやでもどっちでもありだな。いや、みどももはあり。なんかストレートに成長していくのもまたこの青春の日々が輝くなって感じするし、いやネルだって、ネルはヤンキーなんだからさ、俺別にネルがタバコ吸ってても許すもん別に。いやネルは身長止まっててほしい。ね、やっぱヤンキーって将来身長止まってるのがやっぱね、よし、そこまでセットでヤンキーみたいなとこあるじゃん。
いや欲じゃなくてマジで色としてだな、色として、色っていうかなんつうんだろうな、議論としてはこんぐらいか。アリス、アリス、ユズ、でも俺別に大、でも言うて大、でもじゃあネルが特にネルが特に大きくなっても身長低くあるべきなだけであって、俺大体許容できるかもしれん。別に。ただお前、その、あれだって。今後、その、なんだろう、その、ま、そのマイノリティの人たちが、俺、のことをやっぱ勘違いしたまま裏切ったって思われたらやっぱ困るから、困るし、俺だってそう、なんかやっぱ嘘はつきたくないわけよ。あの二次三次の宇月光ってやつが俺たちの権威を俺が運動してくれてるぞみたいな、あのロリコン運動してるぞみたいな、あいつがそのやっぱ今をときめく二次三次の中に俺たちのその権威市民権を得る活動してる奴がいるぞみたいな、その変な神輿担がれたって俺は困るから、その俺はそもそもまず違うし、自分そんなもの、いや別にそんなもの今背負、現在進行形で背負わされてるわけじゃないけど、そもそも違うよっていう、そもそも違いますよっていう、ミノモモが巨人になってたらどうなんだよ。いや、バルーンみたいなのは、まあちょっと行き過ぎかなって思うけど、でも別に許容はできる。ミノモモだ、いや、その場合でもどっちかが、どっちかが成長してて、どっちかが成長してない。もしくは、まあ時ぐらいだな。でもどっちかっていうと、いや、桃井より緑かな。成長するとしたら、でも緑こそ、桃井の方が背伸びたのに緑の方が大きくなるとかのじゃないかな、伸びる箇所が違うみたいな。がベストか、ベストというかそういうの感じだと思う俺は。わかる？いや、ごめん。こんなとこで、ごめんな、シナリオ読みたいやつ。でも、その、意味のある徹底討論だから、この、真剣10代喋り場は。俺はあくまで、マニアだよ、なの。わかるか？よし。まあ、一旦次行くわ。想像以上に大きなお屋敷だね。今からでも断った方がいいんじゃないかな。ここまで来たのに。ゆずちゃん。ようこそ皆さん、お待ちしておりまして。約束の刻限通りにお越しいただけるとは感謝申し上げます。
ミドリ、ほらこの人だよ。あなたがその依頼主さんですか？お掃除の依頼だと伺いましたが。なるほど、さすちょっと熱くなっちまったわ。ちょっと議論に花が咲きすぎて。お忙しい中これはこれで大変失礼を。私は美術商を営んでおりまして、コレクターから買い取った品を管理し、オークションを通して再度流通させる、いわゆるセカンダリーをしております。そこで次のオークションにとても貴重な作品が並ぶ予定でして、参加者の護衛と美術品の整備をお願いしたく。ちょっと待って、私たちはお掃除の仕事って聞いたんだけど、ちょっとごめん、脱ぐわ、暑いから。おっしゃる通り、私はお掃除と申しました。ですが C&C におけるお掃除とはエージェントとしての活動を指すそうでしょう。リトルタイラント、いえ C&C リーダーミカモネル様。そうだったの？私が知ってるわけじゃないでしょう、お姉ちゃん。どうしようとりあえず落ち着いて、今この状況を乗り切らないと。はい、確かにその通りではありますが、事前に詳細を教えてくだされば、まだこちらの準備も。その点に関しては失礼いたしました。ですが C&C の皆様、秘密エージェント、公衆の面前で込み入った話をしたら余計な誤解を招くのではないかと、限られた期間で。さっきの話ちょっとあれかな、気持ち悪かったかな。ともあれ、屋敷までご足労いただき感謝いたします。こうして私たちは出会えたのも何かの縁ではございますし、ほんのお願いなのですが、噂に聞く C&C の実力を直接お目にかかりたく存じます。で、俺としては俺の中の紳士を通したつもりなんだけどね。なんでも C&C の皆様はそれぞれの分野で特別な実力をお持ちとか、もちろん全てを披露してほしいなど、ずうずうしいことは申し訳ありません。皆様の本当の実力はお掃除の現場でこそ発揮されるものでしょうから。しかしその実力の一端を見せていただく分には問題ないかと。やっぱり本当のことを話そうよ、お姉ちゃん。この緑のさ、あれが可愛いよね、タイガー。待って、緑、そんなことしたらネイル先輩に怒られちゃう。今の私たちは C&C だと思われてるんだよ。じゃあ私たちで依頼をなんとかできるっていうの？そうだよ、ここは私たちの力でなんとかしよう。さて、どなたからお見せいただけるのでしょう。ああ、アリス、わかりました。これは転職イベントですね。アリスは C&C のメイドにジョブチェンジします。アリスちゃん？アリス？アリスのクラスは？お。なんだ、エージェント的な？なんか怖がってるというか、なんか苦手がってるよね、アリスはね。カリン、今日のアリスの役割は光属性の単体アタッカー。アリスは今から遠くに見えるあの小さな岩を狙撃します。光よ、おお、あんなにも遠くの小さな岩を一撃で。これが噂に聞くどんな標的も必ず命中させる狙撃手の実力。ところで狙撃手とは位置がバレないよう目立ってはいけないと聞きましたが、大丈夫です、遠くから一撃で制圧できますから。そう、目撃者がいなければ何も問題なし。フーム、C&C がそうおっしゃるなら、キャンチョメが退場させられた時を思い出すからやめろ。ひとまずありがとうございました。
他の方の担当も気になるのですが、そちらの先ほどからの静かにしている方は、どうしよう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 、ゆず大丈夫、ゆずにできることを考えよう。ゆずちゃんは普段ロッカーに隠れてるから、それを活かせたらスネーク的なポジションなんのかな。そうだ、なんかさ、ポップで可愛いね、全体的に。なんか今のピコーンのマークとかもなんかこの絵、今回の立ち絵にすごく合ってて、こっち来て、クソ可愛い絵本みたい。ふむ、準備に数分かかるとのことで席を外しておりましたが、皆様は一体どちらに。ん、ザ・ユズ。こんな箱先ほどまでなかったはずですが、何か仕掛けがあるように見えませんね。 C&C の皆様、動かないでください。お、かわいい、うお、かわいい。明太郎、これはこれは驚かされました。まさか気配を消して私の背後を取るとは。そういえば C&C にはものすごい強運の持ち主で、いつの間にやら目の前に現れる潜入員がいると聞いたことも。小さな体でにもこなすのはさぞかし大変でしょう。いや、むしろそれを潜入に生かしているということなのでしょうね。は、はい、そうです。では次。俺でもな、明太郎がちょっとでもゆずに汚え性欲を向けようもんなら排除する必要があるな。冷静に戦況を把握し、みんなをまとめる参謀がいるとも聞いておりますが、それはあなたのことでしょうか。はい、私が参謀。そして残るは、何、言いたいことがあるなら早く言って。いえ、失礼。リトルタイラント、噂にたがわぬその風格、改めて感服いたしました。俺はむしろロリコンアンチまであるからね。なんなら、どういうこと。この規模の屋敷であれば防犯システムであるはずですが、なぜ C&C に依頼を。確かに屋敷の防犯システムは万全です。ですがそれでも C&C の皆様にご連絡を差し上げたのは、予告状が届いたからです。あの慈愛の回答から。慈愛の回答、慈愛の回答って誰だろうね。そもそもあのキービジュアルのクソちっちゃいキャラもよく分かんなかったんだよな。慈愛の回答って誰。慈愛の回答はかの悪名高き七周人の一人、本当の名は存じておりませんが、七周人、若者と同じ。その通りです。最悪の狐とよ、あー、はい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 、いまいちよく分かってないんだよな。ワカモって一番最初のチュートリアルから出てきたけど、出てき、まあなんかあれだな、イベストで説明されてるっぽい空気はあるよな。そ、いまいちこのここら辺絡みちゃんと分かってないわ。慈愛の回答はターゲットにしたものは必ず盗んでいくことで有名です。回答っていうかただの犯罪者じゃん。それに変な名前、お姉ちゃん。ほう、慈愛の回答に対してそのような反応をされるとは、さすがは C&C。 ですが慈愛の回答の所業は到底無視できるものではありません。予告状が届いたが最後、どのような警備も無意味で宝は奪われてきました。もっとも予告状があまりにも難解なため、取られるまで何が狙われているのかわからないというのも大きいでしょうが、パンパカパーン、クエスト内容の更新です。次は慈愛の回答と対決です。その予告状、私たちも見ていいですか。
ええ、もちろんです。こちらをどうぞ。1日22回向き合う2人の旅人、正確な2人計り知れない20、そして半歩。え、月の届かない場所、止まったマイト、アンティ、ダメだ、俺の頭では。これはしかも見返せないのか。時代の回答の予告状です。まず持ってこれを読み解くのが、ああ、よかったよかった。読み解くのが難しいっていう感じなんだね。にもかかわらず時代の回答は堂々と予告状を送り、盗みを成功させたと自らの事実だけを作ってんじゃねえかよ。ああ、何度読んでも分かりません。ヒントにならない ヒントを、その要はヒントをまいたのにもかかわらず盗んだっていう事実を作ってるのか。1日に22回向き合う2人の旅人とは一体何を指すのでしょう。クソせこいな。この屋敷に1日22回も顔を合わせてる人がいるってことじゃないかな。何言ってるのお姉ちゃん。そもそもどうやって顔を合わせた回数をカウントするの。あー、でもなんかそれこそモナリザとか、そのモナリザのその前を通る回数とかで、まあ必ず目が合うように設計されてるから目があったとするみたいなね、可能性はあるよな。アリス、わかりました。この旅人たちは NPC のことです。クエストカウンターの NPC なら1日に20回どころかもっと会えます。アリスさん、現実にクエストカウンターの NPC はいないよ。そんなことありません。ユズは特定の場所に行くと会うことができ、話をしたらクエストをくれます。え、ちょっと待って、あれか、要は12時00になったら日付が変わっちゃうから、その11時、人生の11時台までの間に長身と短身がその顔を合わせるのが11、11で22ってことか。いつか僕とお酒を飲みましょうってこと。う、完全には否定できないけど、1日22回ならだいたい1時間に1回ペースだね。1日は24時間だから2時間は合わないんですね。24時間、もしかして。すいません、明太郎さん、この屋敷にアナログ時計はありますか。おお、ええ、ホールの真ん中に大きな壁仕掛けの時計があります。少しその時計を見てもいいですか。ちょっと待って。俺さ、この顔のユズがガチでスキンゴニキなんだけどさ、この、でもユズのさ、かっこいいところってあるじゃん。その観察眼が鋭かったりとかさ。ユズちゃん何が分かったの？そういうところもちょっと現れてていいよね。私の考えが正しければこの予告状は、やっぱり。うわ、ちょっと待って、なんか、いいな。かっこいい。いいな。どうしたの、ゆず。時間ならスマホでわかるよ。違うの。スマホというかデジタル時計じゃわかりにくくて。1行目と2行目の途中までは解読できたと思う。え、どういうこと？どうやって？1日に22回向き合う2人の旅人は多分アナログ時計の短身と長身のことを言ってるんだと思う。ですがユズ、1日は24時間です。2回多いです。そう、私も最初はそう思ってた。私も最初はそう思ってて、でもアリスさん、時計の針は午前と午後でそれぞれ11回、合計して22回しか重ならない。短身は毎分 0.5 度ずつ移動して、長身は毎分6度ずつ移動するから12時のところだけ2回重なって、残りの20回は違う時刻になるんだけど、11時から12時の間は針が重ならないから。おお、さすが C&C、 驚きの推理力。ではその続きもすでに、そして半歩、月の届かない場所、止まったマイト、アンティキティラの裏側。一度も授与されたことのない贅沢であるが、不遇な剣のもとに伺いますだよね。
半歩半歩、ここも時間のことだと思うけど、半歩半分。あ、もしかして30分のことじゃない？伊豆ちゃん、時計の針が重なる瞬間で30分前後になるのって何時かかる？それなら5時27分から7時38分の間かな。つまり怪盗はその時間に侵入してくるということですか。でも月の届かない場所、止まった舞とアンティキティラの裏側が分かってないよ。これってどういう意味だろう。すごい即答、アンティキティラ、アンティキティラ。ん？何か心当たりでもありましたか。いえ何も、アンティキティラの裏側なんて本当に突拍子もない話ですね。しかしでもすごい、アンティキティラが当たり前のようにその話の進行の邪魔になってないのがまずすごいな。授与されたことのない贅沢であるが、不遇な剣でしたら心当たりがあります。おそらく明後日から展示される美術品のことでしょう。こちらになります。はっ、叙任式の絵です。主人から剣を渡されることで騎士となる光景を描いた一枚ですね。絵画に描かれた剣であれば一度も授与されたことのないに当てはまるのでは。確かにそういう意味では不遇とも言えるでしょう。なんか一休さんみたいだな。言われてみれば、こちらの絵画はちょっとオークションに、出品予定の貴重な一品でして、お求めの方も多いはず。ああ、この大切な絵画を狙うだなんて、皆様のお力がなければ何もできずに奪われる様をただ見ているだけでした。狙われてる品も判明したことですし、皆様にはこちらの絵画を全力で守っていただきたく。え、他にも貴重なものがあるんじゃ。いえいえ、予告状の謎は解けたのですから、あとはこれを守っていただければ。はっはっは、間抜けな慈愛の回答め。なんかすげえあれだな。まさか奴もこれほど優秀な皆様がいらっしゃるとは夢にも思わないでしょう。あはは、そうかな。このまま進む、でもね、怪しいよね。なんかね、お役に立てて何よりです。クエストクリアです。次は絵を守る連続クエストですね。そして大変恐縮なのですが、皆様に追加でお願いしたいことがございまして。何でしょうか。明日からの3日間、この屋敷の整備をお任せしても良いでしょうか。構いませんが、もし予告状の回が間違ってたら。もちろん回答の狙いが別にある可能性も否定できません。ですが皆様が捉えてくだされば良いだけのこと。慈愛の回答は神出鬼没で有名ですが、 C&C の実力の前で赤子も同然。はっはっは、そうです。すげえプレッシャーかけてくんな。ぜひともお願いいたします。報酬は十分にご用意します。むしろなんか失敗させてさ、なんか C&C の名を下げてやろうみたいな、そういうあれなんじゃないのかこいつは。これくらいでいかがでしょう。本当にこんな金額を。一人一台最新のプレイステーションプロ7に ZBOX シリーズ Z も買えちゃう。いやいや、2台ずつでもお釣りが来るよね。どうしよう緑。私に聞かれても。まずは落ち着こう。一度私たちだけで話し合ってもよいでしょうか。あ、これは気が利かず失礼よ。それでは私は席を外しておりますね。この犬が慈愛の回答まであるな。ありがとう先生、頭がパンクするところだったよ。どうしましょう先生。七周人なんてもう私たちの手には及びません。いやでもさすがに若者の仲間で一人が犬っていうのはちょっと拍子抜けすぎるから、まあ繋がってるぐらいだったらあるかも。帰りたい、ロッカー、心の故郷。みんなどうしてそんな反応してるのですか。アリス一体どうすればよいのでしょう。まずは依頼をどうするか決めようか。依頼を辞任したら一体どうなるんでしょう。多分依頼人は抗議すると思う。今になって嘘でしたなんて言ったらミレニアム全体の問題になるかも。そうなったらネル先輩も絶対怒るよね。想像したくない。ですがモモイ、これはアリスたちに与えられたクエストです。一度受注したクエストは最後までやるべきだとモモイが言っていました。なのに破棄しても良いのですか。あ、アリス、もちろんその通りなんだけど、でも私たちには荷が重いよ。
時にはクエストに逆らうことも必要かもしれないね。それはどういう？何も怪盗と戦う必要はないんじゃないかな。戦わなくても良い。私先生の言いたいことが分かったかも。要は怪盗に何も奪われなければ私たちの勝ちってことでしょう。はっ。もうここまで来ちゃったし先生も一緒にいる。それに屋敷の防犯設備もすごいんでしょ。怪盗と正面から戦ったり捕まえる必要はない。お宝を取られなければいいんだよ。確かにそれならまだ可能性はあるかも。そうだそうだ、私たちは C&C 相手に戦った経験もあるし、もっとすごい戦いもしてきたから、それを活かせば成功したら報酬がもらえるかもしれない。でもリスクはあるよ。確かにその報酬さえあれば私たちゲーム開発部の、じゃあ決まりだね。はあ、本当かわいいな。私たちならできるよ。それにこれって C&C に貸しを作るチャンスじゃない？本来は C&C が受けるはずだったんだし。アリス頑張ります。先生と一緒ならアリスたちは無敵です。お気持ちは固まったのですね。お引き受けくださりありがとうございます。それでは先ほど申し上げた通り、3日間この屋敷と美術品を守っていただきたく思います。3日間でいいんですか？ええ、明日から開催するイベントの期間中だけで構いません。初日はゲストを集めてパーティーを、2日目は美術品の展示、そして最終日に美術品のオークションを開催する予定です。回答はその3日のうちどこかで来るということですね。ええ、おそらく初日はパーティー会場で休止をしながら守っていただければと思います。お休止。ええ、木を隠すなら森の中と申します。怪しいな。うちのメイドたちをメイドとして運用しようっつうのか。正体を隠して会場に紛れるには最適かと。ちょうど皆様九死に最適な格好をなされておりますし、念のためお伝えしておりますが、ゲストに怪盗が紛れ込んでる可能性もあります。油断せぬようくれぐれもご注意を。おい、な、そんなさ、稼働多いってその料金は含まれておりません、今回の依頼料に。え、てかメイドとして、なんか引っかかるような、引っかかるよね緑。予告状の回は本当に合ってるのかな。他の可能性もありそうなのに。うちからミレニアムのメイド犬をお送りしますので、そちらでもよろしいでしょうか。にやりつって返して言ってやりてえな。それはできれば今回のミカモ様たちご一行にしていただければよろしいかと。なぜメイドである、メイドとしての九死がメイド犬ではいけないのでしょうかつって切り返してやりてえわマジで。ご挨拶申し上げますぴょん。お疲れ様アリス、お掃除頑張ってるね。もちろんです先生、今のアリスはメイド勇者ですから。メイド勇者？メイドと勇者は極めて先にある最強の存在です。最強と最強が合わさった上級職です。アリスにとってメイドって、いや分かる分かる。ところで先生はこんなに遅くまで起きてて大丈夫なんですか？命を大事にしてくださいね。おお、命を大事に。宿屋で寝ないと体力が回復しません。アリスはヘッチャラです。モモイたちとよく徹夜でゲームをしていますから。あ、いい。なんか改めて言葉にされると。わぁ、アリス。わぁ、いいなぁ。わぁ、いいな、ここの一節。モモイに徹夜でゲームはやめるように言わないと。そんな日常を送ってるんだね、アリスは。あ、今、あくびをしました。掃除はアリスに任せて先生は寝てください。これってでも時系列どうなってるんだろう。もう朝になってしまいます。アリスちゃん、そっちの棚を、拭き終わったら次はこっちをお願いできる？わかりました。ユズアリス、床拭きモードに切り替えます。あくまで経緯はあれなのかな。ふわー、まだ眠い。みんなこんな時間までお疲れ様。あはは、5時20分から7時40分の間特に警戒してくれって言われてるからね。
ついでに、掃除も頼まれたので体を動かしている分眠気はマシな分でありますが、掃除分報酬に上乗せされるから不満はないけど、あ、よかったよかった、そうなんだね。でもね、眠い、体力をさ、そして何事もないまま午後を迎えた。いたずらに消費するのはどうなんだろうね。予定通り開催されたパーティーは想像以上の混雑ぶりだった。おい、グラスが空いたままじゃないか。いつになったら注いでくれるんだ。うわ、キモ。え、あ、ごめん、もう申し訳ありません、すぐにお持ちします。メイドの失態は主人の評判に直結するというのに全く何をしてるんだ。うぐぐ、言わせておけば言いたい放題。そもそも本当はメイドじゃないのに。そもそも雇われメイドとはいえ基本の所作くらい学んだらどうなんだい。その辺のロボットの方がまだ優雅だよ。じゃあその辺のロボットでいいじゃねえかよ。あの、申し訳ありません、お客様のグラスはすでに注がれております。何、そんなバカな、さっきまで確かに本当だ、一体誰が入れたというのだ。音も気配もなかったのに。嘘、一体何が起きたの。いや、こいつは犬だって。犬でない、私もわからないよ。背景に親父が見える。あー、来た、トキバニー。うわー、お客様が多すぎます。え、まあ、あれか、別に何の変哲もない文章か。このままではアリス、スネイルみたいになってしまいます。おい、こんなところに皿が落ちてるじゃないか。危ないだろ、早く何とかしてくれ。も、申し訳ありません、ですがアリス、今は他のお客様の対応、でも精一ブルアカなんか精一杯のさ、いや、あり得るっちゃあり得るんだよなぁ。なんか、ブルアカのイベントでもね、流行語大賞みたいなので、その大人の事情で、入れられませんでしたが、みたいなこと言ってたからね、うん。そういうのは排除したら、みたいな。言い訳はそれだけか。私を誰だと思ってるんだ。う。把握は間違いなくしてると思うわ。うん、申し訳ありません、お客様少しお待ちください。あれ、お皿がどこにもありません。何を言ってるんだ、ここに。どこに行ったんだ。ぐぬぬ、パーティーに文句をつけてオークションで優遇を受ける計画が。おい、一体何を作ってるんだ。こんな料理をお客様にお出しするつもりなのか。よく見ろ、このどこが焼けてる、これのどこが焼けてるというんだ。生焼けですらないぞ。そこのメイド、お前もだ、給料もらってんだからもっとキビキビ動け。わあ、すいませんすいません。え、メイドってそういうんじゃなくない。謝ってる暇があるならさっさと料理を持っていけ、せっかくの料理が冷めるじゃねえかって。あ、ここにあった料理どこ行った。可愛ければいいじゃん、すべて私が運びました。他にご指示は。なんだって、あの量全部一人でか。もちろんです、私は優秀なメイドですから。来た時、メイド、バニーガールじゃないのか。ホール班は交代で休憩に入っていいぞ。キッチンの班は残れ。もう映らないのか。あれ、お、お久しぶりです、ピースピース。真顔きた、しかもおすまし顔。なるほど、ネルが。おお、はい、
慈愛の回答の情報をつかんだからあとは任せたと。いやすごいっすね。他にも任務があるのですが、え、なんかいいんだよな、いいんだよな。骨格なのかな、骨格。かな、うん。いや、いいよな。え、いいよね。実際。え、どう？徹底議論する？うん。俺は過去最高級の、例年をしのぐ過去最高級の出来栄えだと思うんだけど。それはさておき、まさか先生もいらっしゃるとは。時に会えて嬉しいよ、よろしくね。ありがとうございます先生、私も嬉しいです。また先輩方からこのようなことを言われました。私たちの不在、ときちゃんに任せて良い知らせを待っている。道具と予算は存分に使って構いません。請求書はすべてセミナーの会計に回しておいてくださいと。そして普段は口にしねえけど、お前のことは死んだ。おー、最上級すぎる。熱いな。よかっ、マジでよかったね。よかったねじゃねえだろ。もうよかったね。本当に。慈愛の回答は、すでに予告状を送ってきたそうで。マジで愛されてんじゃん。私にも見せていただけますでしょうか。それは構わないけど、トキ、さっきから気になってるんだけど。はい、何でしょうか。どうしてバニーガールなの。確かにね、このさ、バニー衣装のさ、何気にさ、この青み、いいよな。このリボンの、なんかリボンの質感っていうかさ、材質がなんか、うわ、これさ、リボン、トキのさ、髪の後ろにさ、つけてるリボンのさ、あ、リボンさ、指でさ、こすったらクソ気持ちいいだろうな、多分な。あの、リボン同士をシュシュシュってやったら手が気持ちいいやつだね、これね。多分ね。わかる？本気でおっしゃってるんですか、先生。え？C&C の潜入作戦といえばバニーでしょ。かつて、オデュッセイア海洋高等学校のクルーズ船に潜入した先輩方の記録からそうであると判断していますが。あ、それにはいろいろな事情が。うわ、これさ、多分、あれだよ。リボンは、リボン同士をシュシュシュってするのが一番気持ちよくて、で、逆に、頭のリボンとかは、あれだと思うわ。あ、なんだろうな、この。てか、この、バニーのさ、服あるじゃん。この、今着てるからちょっとさ、やったらさ、変態になっちゃうけどさ、この、縫い目なぞるのが、いいよな。あ、それにはいろいろな事情が。なんでもないよ。時はそのままで。なぜそのような若い顔をされてるのか、苦い顔をされてるのか分かりませんが、先生がそうおっしゃるなら気にしないこととしましょう。ともかく今は回答の件を解決しなければなりませんから。それと、いやいや、俺今エッチな話してないからね。ちなみに、あ、合う。いません。ここには誰もいません。こういう時一体どうすればよいのでしょうか。笑えばいいと思うよ。そうですか。ところで皆さん一体なぜここに。
全然怖くないし、いざとなったら格闘ゲームでボコボコにしてやるんだから絶対できない。え、桃井ワンチャン時にも負けそう。え、ちょっと待って、かわいそうなんだけど。え、桃ってガチで才能なさそうだな。お姉ちゃん気をつけて、この人不利になったらチート装備に変えてくるよ。アリスちゃんまた奪えるわけにはいかないけど、でも私が代わりに説明するね。C&C に間違われ依頼を引き受けてしまったと。なるほど、先生がメイド服を借りていったのはこのためだったのですね。どうしようお姉ちゃん、もう終わりだよ。どうしよう、ネル先輩に怒られる。うわーん。いえ、先輩方に報告はしません。私は任務を遂行しに来ただけですから。ゲーム開発部の存在は想定外でしたが、本当に大丈夫なの？後で何か言われたり。はい、大丈夫です。私を置いていったのは先輩方ですし、多少のイレギュラーがあろうとも任務が達成できるのなら問題ありません。あれ、電気か。あ、回答来たんじゃないこれ、もしかして。何が起きてるんだ。電気が全て消えた。一体何が起きてるのですか、明太郎さん。説明お願いします。落ち着いてください、皆さんご安心を。停電は一時的なものですから、すぐに復旧します。いえ、そうはさせませんよ。あ、来た。七周人じゃない？あるものはこう言いました。価値あるものはその手に収めてこそだと。たとえ人目に触れぬまま何年何十年と経過し、いつしか人々から忘れ去られようとも。しかしそれは本当に正しいのでしょうか。美術品とは広く知られてこそ、その価値を証明できるのでは。まさか。あるものは私を盗人と蔑み、盗人。そしてまたあるものは私を咎人と罵る。まあどっちにしろ罪、罪人ですよね。人は生まれながらにして名を持つものわけではありません。呼び名とは、他者から与えられるもの。故に私はその名を受け入れました。そう、我が名は犯罪者だ。あ、違った。慈愛のか、おお、可愛くないか。え、思ったより可愛いんだけど。え、待って、結構好きかもしれんな。絶対顔可愛いじゃん、こんなん。え、絶対顔可愛いんだけど、お前。正体見破ったり。お前、かわいい！晴れのち曇り、回答注意報。慈愛の？回答？あの人が。緊急クエスト発生です。え、トキさん一体何を？え、かわいいんだけど。え、慈愛の回答絶対好きなんだかな。その並外れた身のこなし、美しい。え、トキね。これは若干エッチな話になるんだけど、トキは、下土の裏にほくろがあると思う。私の身体能力を見定めてどうするつもりですか。ふふ、純粋な褒め言葉ですよ。お礼でも述べるべきでしたか。あ、この美学が通じないだなんて私はとても悲しいです。意図は計りかねますが、私は王冠と呼ばれる盗品を探してます。あなた何かご存知なのですか？ご存知なのでは？なぜそれを私に？あなた泥棒なのでしょう？怒ってる。失礼、それとも泥棒様とお呼びした方がよろかったでしょうか？なんか言語センス。いや、あくまでこう、かっこよく呼ばれたいのかな？
ふふ、ああそうですね、一つ訂正をさせてくださいませ。おお。かっこよー、キーから始まるのかっこいいな。ペタ。おお。え、かっこいいやん。まあ何でもいいよ。こっちに集まって。正直。さあ、行ってみよう。あ、逃げられちゃった。私はこっちだよ。こっちだよ。おお、はず。勝利勝利。好きなメンバーしかいない。あ、奇抜な回答なのになかなかどうしてやりますね。ありがとうございます、泥棒様。これでよろしいでしょ。回答ですよ、お嬢さん。こんなところに罠が。かわいい顔してんな。次から足元にも気を配った方が良いですよ。せっかくのダンスが台無しになってしまいますから。なんか皮肉めいた言い回しが好きなのかな。させないよ、私たちも加勢します。おや、かわいいメイドさんですね。かわいいだって、喜んでる。お姉ちゃん喜んでる場合じゃないでしょ。ここで私たちがあなたを止めます。うわ、ここであれだね、そうだそうだ、かわいいぞみたいな感じに言って、なんだかんだで緑も照れちゃうみたいな、かわいい気がします。ふふ、その心意気も美しい。でも残念です。最初の一撃で仕留めるべきでしたね。向こう水の勇気は美学から最も遠い存在ですよ、お嬢さん。君は弱いのだから。そうかもしれないけど、あなたの相手は私たちだけではありません。え、なんか間抜けな一面ないかな、この回答。光よ。くっ。ありがとう、アリス。周りに危害は出てないよね。はい、今日のアリスは、光属性単体アタッカーです。ですので、一つの目標に全ての火力を集中させています。なるほど、そういう意味だったのか。なんとなくニュアンスは言われてみればわかる気がするぜ。まだ動けるんですね。打ちます。かっこいい。ちょっとさ、ゆずのことがなんかこの顔を見て一気に好きになったわ。うっ、今だ、捕まえて。うん、お姉ちゃん、なんか頑張り屋さんでかっこいい一面みたいなのが。うわ、キャー、どうなってるの。見て、天井に。ふむ、先ほどまでの言葉を撤回するとしましょう。お嬢様方はもう相当な実力をお持ちのようだ。お名前は。私は C&C 所属コールサイン04、アスマトキと申します。ふむ、あの C&C がドーダに協力とは。ドーダ、一体なぜですか。仕事の報酬で新しいプライステーションプロ7を買おうかなって。お姉ちゃん、本当に買うつもりだったの。いや、そうじゃなくて、私たちは美術品を怪盗から守りたくて。どうして美術品を盗もうと思ったの。確かに、どういう目的で。あなたは、ああ、記憶のよどみに沈んでしまっていたけれど、その顔には見覚えがあります。シャーレの先生ですね。あの日、私たち新就任が強制局から解き放たれた
記念すべき日にキボドスに足を踏み入れたという。ああ、はいはいはい。なるほどね。なるほど、そういうコツでしたか。慈愛の回答目。この、結構七周人って、だいぶ根幹に関わる感じなのか。その、七人の、クソ、やべえ奴らが、どういうわけか、先生がシャーレに、キボドスの足を踏み入れたときに、この子たちも解き放たれたと。多分、七周人全員がまとめて解き放たれたって感じっぽいニュアンスだよな。意外となんか深く関わってきそうだな。ちょっとそんな無差別に撃ったら私たちまで。あっ。緑？え？私落ちてる？ふふ、お怪我ありませんか、お嬢さん。あ、よかった。慈愛の怪盗が緑を助けてくれました。まあ別にそういうなんか殺すみたいなあれはないんだね。緑、怪我は。うん、大丈夫。でもどうして慈愛の怪盗が私を？なんでだろう。誰もさ、死者を出したことはないみたいな伝説あるだろうね、多分ね。それを美学としてるんじゃない？怪我人一人出さないみたいな。なるほど、今宵の舞台は面白くなりそうですね。一つお嬢さんの方に伝えておきましょう。表面の事象を取られていた本質を見極めることなど夢のまた夢ですよ。それではこれにて失礼。そう遠からずまたお会いすることになるでしょうけど、その時まで良い夢を。バイ。逃げた。お姉ちゃん見てこれ。予告は実行されておりませんだって。ああなるほど、本日は盗んでませんよと。あと一歩で捕まるところだったくせに。今回は謎解き要素がないね。というか毎回いろんなパターンのやつを持ち歩いてるのかな。皆様、こちらご説明いただいても。わ、それが、我々計画、すべて我々が計画した陽動作戦です。先生、ほう、詳しくお伺いしても。なるほど、5人目のメンバーは遅れて合流するところだったと。作戦は成功しかけていたということだったのです。申し訳ありません、あと一本のところで。譲らないでください。何も盗まれてなどいないのですから。それにあの慈愛の回答をあそこまで追い詰めたその手腕、さすがと言わざるを得ません。取り逃しこそしましたが、皆様の実力は回答に伝わったはず。もう二度と現れないかもしれません。それはさすがにないと思いますが、あの明太郎さん、これは一体どういうことなんですか。まさか慈愛の回答が現れるだなんて事前に知ってたら断ってたのに。なんかさ、すごい犬の集会が。慈愛の回答が来て何か問題発生しましたか。ご覧の通り、私たちは回答が退けました。そうですよね。それもそのはず、その回答を警備してるのはかなり有名な C&C なんですから。 C&C、 噂に聞いたことがある。ミレニアム最強のエージェントだとか。それが本当なら回答を追い払えたのも納得がいく。皆様、ご納得くださりお礼を申し上げます。ひとまず今日のパーティーは一度お開きにした方が良さそうですね。ゲストの方々はお部屋までお案内しますので、こちらへ。では C&C の皆さんお疲れですよ。式はごゆるりと。眩しいぜ。何めっちゃ睨まれてるけど。先生、さっきからトキさんがこっちをずっと見ているんですが。トキ、まずは落ち着いて。そんな風に睨まれたって全然怖くないんだからね。というか協力したんだし、感謝の言葉くらいあってもいいんじゃないかな。そうですね。ありがとうございます。ゲーム開発部の皆さん。いえ、助けていただいたのは事実ですので、伝えるのが遅くなり申し訳ありません。じゃあなんで睨んでたの？睨んでるように思えちゃうんだよな、きっと。あまりこういった事態に慣れておりませんので、どのように話を切り出せばいいのかわからず。つまり、トキさんは何を言えばいいかわからなくて、こっちを見てただけってことですか？はい。先に話を切り出してくださりありがとうございます、とも思い。そして今後のことなのですが。なるほど、トキさんの任務は慈愛の回答を阻止することだったんですね。はい、同時に別の任務も遂行中ではありますが。
私たちが任務の足を引っ張ってとかネル先輩に言ったりしないよね。いえ、そのようなことはしません。むしろゲーム開発部の皆さんは最善を尽くしているかと。そうですね、ここは一つ C&C とゲーム開発部の合同作戦というのはどうでしょう。その本当にいいんですか。大丈夫です先輩方は今。ちょっと待ってくれよ、トキさ、多分トキってあれだろうね、なんか首の下のほっぺもしくは顎の下の皮がめっちゃ伸びるみたいな特技があって、見てくださいみたいな感じでビーってやったりするかもしれないね。そういう問題なのかな。え、そういう問題です。それではトキも仲間になるんですね。アリスはトキとパーティーを組みたいです。一緒にこのクエストを解決したいです。な、仲間ですか。やっぱりダメですか。そういうわけではありませんが、それに先日断ったりもしましたし。いや、トキしかもそれをなんだろう、励ましたくて、その前アリスがそれで笑ってくれたから、そのアリスがちょっと落ち込んだりしてる時とかに、でもこう明るくさ励ましてあげるのってトキは苦手だから、笑顔満面の笑みでとかさ、だからその B をさやるんだよね、きっと。大丈夫です、仲間は怖くありません。それでは今からトキとゲーム開発部は仲間です。あ、ありがとうございます、そう言ってくださって。トキがパーティーに加わりました。キャ、一体何を。うわー、これあれだ、アリスがさタバーヌ2章でこういろんなミレニアムの面々に当たり前のように受け入れられてって、こう最終的にリオが理解できない構図になったのと同じように、そのなんかミレニアムのあったかさがすごくよくわかるね。こうトキが入ってきてメイド部にあったかく受け入れられて、ゲーム開発部にもあったかく受け入れられてっていうさ、ちょうど良い位置に頭があって撫でやすいですね。なんだか心が穏やかに。大丈夫かな、アリスも空いてるし心配いらないよ。よかったねアリスちゃん、トキさんも。そうしてトキはゲーム開発部の仲間になった。マジでミレニアムいい、あったかいよな、めでたしめでた。続く。俺ガッツ、俺ミレニアム好きだわマジで。先生急いでください、イベントですよ、イベント。まずは進んでみましょう。騒がしかった1日目が過ぎ、2日目を迎えた。これが明日のオークションで出品される絵画ですか。私は参加するつもりですが、そちらは。慈愛の回答を恐れて一人だけ逃げ出すでも。出た、ブラックマーケットの奴ら。昨日の陽動があったのに参加者が減る様子はないようだ。ふう、疲れた。お疲れ様、桃井。ありがとう先生、ここまで来たら意地でも最後までやるぞって気持ちになってきちゃって。でも先生ごめんね、私のせいでこんな面倒ごとに巻き込んじゃって。うわー、大丈夫、むしろみんなと過ごせていいよ、楽しいよ。本当その言葉後悔したりしない？そんなこと言われたらまた同じようなことが起きた時も先生を呼んじゃうんだからね。うん、いつでも呼んでいいからね。え、桃井って多分これもブルアカ4の話なんだけどさ、桃井って多分足の指の形が丸いというか、あんま多分スラッとしてなくて、ちょっ、
高校卒業した後ぐらいに、その、ネイルやってみようとするんだけど、なかなかこう似合わなくて、こう、みたいなあれがあると思うな、多分。ももい。これは落ち着きましょう。慈愛の回答は決して人を傷つける真似はしないと聞き及んでます。確かに昨日はそうでした。であれば我々が思う存分イベントを楽しみましょう。ネイタロウさんの進路を思えば心苦しいですが、これもオークションの余興と思えば良いスパイスでしょう。意外とみんな動揺してないね。昨日の今日だからかな。もう慣れてるね、なんかね。じゃあ私たちも。うん、打ち合わせ通りに。絵画は私にお任せを。安全な場所に移動させます。私たちは上の階に行きましょう。アリスは中央ホールで怪盗がどこに現れても狙撃できるように準備します。隠れて状況を見守っています。みんな、頑張ろう。全員可愛い。なんで何も起こらないの？その時足元に透明な球体が転がってきた。なんだろう？思い出し玉かな？引き寄せられるように手を伸ばすと。ご機嫌よう、私の声は届いておりますか？誰？これは私の小道具ですよ。どうしても内密に伝えたいことがありまして。周囲に聞かれぬよう音量を抑えていますから、どうぞ耳にご集中を。え、でもなんかマジでなんか魔法道具みたいなノリだな。君はもしかして、あ、ご挨拶はまたの機会に。時間はもう残されておりませんので、単刀直入に申し上げましょう。あなた方は騙されております。騙されて一体誰に？あれだよな、明太郎だよね多分ね。予告状はお持ちでしょうか？思い出してごらん、思い出してごらんなさい。謎はまだ残っているはず。ああ、残念ですが、お話はここまで。私は一足先にそこで待っておりますよ。騙されていると知りながらも現実から目を背けるか、それとも危険を承知で真実に飛び込むか。人生とは常に選択の連続というもの、そうでしょう。切れた。これ、慈愛の回答がいいやつで、照明が復旧したようですね。なんか、義足みたいな感じの可能性、あるかな？慈愛の回答は、親どこにも見当たりませんね。そもそもこいつが盗んだ、明太郎がなんか悪徳な手段で手に入れた絵画とかさ。それでは本当にただの停電だったのでしょうか？もしくは今の短時間に攻防が行われた可能性も。先生どうしたの？桃井みんなを集めてくれる。え、でもそれじゃあ警備はどうするの？今からその話をしようと思って。先生それは本当なんですか？みんなと騙されてるって誰に？予告状の謎を解けば真実が明らかになると。そんなのどうやって信じるの？相手は七周人でしょ。私たちを騙して警備を手薄にしたいだけかもしれないよ。でも地雷の回答は緑が危なかった時に助けてくれたよ。それはそうだけど、でもだからといって信用するのはまだ早いよ。助けたのだってただの気まぐれの可能性もあるし、先生はどう思う？たとえ七周人だとしても大切な生徒の人だから話を聞きたいな。そうだ、先生はそういう人だったね。ずっと引っかかってることがあって、アンキティラの裏側、あの単語が出た時明太郎さんの態度がちょっとおかしかったんで、それは俺も思った正直。なんかてか、それを見てから、それに何か気づいてから、あ、なんかやっぱいいですみたいな感じになってたもんね。確かに。それに予告状の謎を解いた時、正解かどうかもわからないのに勝手に話進めてたよね。あの絵だけ守れば良いって断言するのちょっと怪しい感じがする。アリス、さっきから明太郎さんの姿は見ていません。
あ、私もホールや正門を見張ってたけど一度も見ませんでした。展示会中明太郎さんを見た人いる？おかしくない？大切な美術品から目をそらす、離すかな。そういえば明太郎さん、展示会が始まるだいぶ前から回答が現れても顔は出さないなんて。確かに予告状の中でまだ解けてない部分はどこですか？月の届かない場所、止まった舞とアラン、アンティキティラの裏側のところです。緑、明太郎さんの反応がおかしかったって言ってたよね。うん、なんか話をそらそうとしてたような。アンティキティラ、アンティキティラ、もしかして。あ、これはユズクイーンモードです。アリス知っています。何かつかめた？ね、ユズってさ、なんか、え、ユズかっこ覚醒、なんかこの瞬間のユズだけさ、なんか花子とかに並んでほしいな、ワンチャン。しのぐまであっていい。大きなアナログ、なんかそのなんだろう、ある種論理ロジックでとか、その知識のみで到達できない領域に達しててほしい。なんかそのゲーム開発部のそのロマンスとか、そのゲームあるあるをたくさん通ってるからこその、なんかその回答に結びつく力みたいなのがあっててほしい。あの、確かこの屋敷には大きなアナログ時計があると明太郎さんが言ってましたよね。アンティキティラ島の機械は、天体の位置を導き出す複雑な装置。暦の計算もできるはずだから時計の一種とも言えると思う。それがそのアナログ時計ですか。なるほど、止まった舞、足を運べば簡単に判明しましたね。なるほどね。そのカチッカチッがないってことか。舞がね、止まるってことね。時計と並び立つ踊り子の像、まさに止まったと舞だね。でも時計と像の裏には何もないよ。お待ちください。この1枚だけタイルの模様が異なっています。どうやら当たりのようですね。時がタイルの向きを変え床に戻すと、え、これは隠し階段、ロマンだね。地下への階段のようですね。月の届かない場所、なるほど。依頼主が話をそらした理由はこの先で明らかになるかと。この下に一体何が待ってるんだろうね。行ってみないことには。なんと、坊ちゃんいそう。ですが仮に依頼主と慈愛の回答がいるとしたら、ただ大丈夫だよ先生。いざとなったら私たちゲーム開発部が先生を守ってあげるから。そんな震えた声で言っても説得力ないよ姉ちゃん。ご安心ください、私もついておりますので。仲間ですから共に参りましょう。ありがとう、心強いよ。クエスト6が更新されました。次はダンジョンの探検です。アリス、ダンジョン RPG も大好きです。先生は絶対アリスの隣にいなければなりません。アリスは勇者で先生はマスコットですから。いやー、かわいいっすね。勇者様、どうかお助けください。先生、気をつけてくださいね。いざとなったら私の箱に隠れてください。体を丸めたら2人くらいなら入れますから。それじゃあ気をつけて進もうか。なんか人生が楽しくなりそうだよな、ゲーム開発部って。ありとあらゆる局面において。う、前が全然見えない。ゲーム開発部を下ろせるようになったらさ、ライフハックになる気がするな。そのゲーム開発部が勝手にこう下ろして勝手に動くようになったら。前が全然見えない。いた、誰か足踏んだでしょ。お姉ちゃん、静かに。
皆さん気をつけてください。足元が滑りやすくなっています。うわー、それはアリスの髪の毛です。この階段どこまでも続いてるような。いや今のいいな。もうかなり歩いたはずなのに慎重に歩いてるからそう感じるのかもしれませんが、あーなんかぶつかった。え、それってこれはドアでしょうか。わあ、悪いねー。これは裏オークションですか。例の物はどうした、早くせんか。今日の目玉はいつ出るんだ。金なら持ってきたぞ。落札できる自信はないが、一度くらい本物を拝んでおきたいものだ。そうです、我々はあれのために来てるんですよ。早く見せてください、時計王の冠を。ええ、オークションは明日のはずじゃ。どうして地下で。まあまあ皆様どうか落ち着いてください。他にも素敵な品を多数ご用意しておりますから。夜は長いですから、どうぞごゆるりとお楽しみください。王冠は一番最後のお楽しみということで。はん、見せるだけなら今でも構わないだろう。何をもったいぶる必要があるんですか、明太郎さん。それに昨日は慈愛の回答が現れたんだろう。オークションを開催して大丈夫なのか。そうですよ、一番不安なのは明太郎さんでしょうけど、私たちも同じ気持ちです。ははは、予告状が届いたのですから当然対策しておりますとも。あの C&C とシャーレを屋敷の警備に雇ったのですから。彼女たちが時間稼ぎをしている間に我々はオークションを終わらせる。なるほどね。もちろん回答を捉えられるのならそれに越したことはないですが、私としては共倒れになろうと一向に構いません。それにもし慈愛の回答が彼女らを破ってここにたどり着いたとしても、それまで戦闘で消耗していることでしょう。であればあとは私の付き人で十分。なるほど、確かにそれであれば万全の対策と言うでしょう。さすが明太郎さん、早く次のオークションに移りましょうよ。でないといつになっても時計王の冠を拝めないでしょ、ないでしょうか。ありがとうございます。次はこちらのゴールデンカナリアです。隕石から産出したイエローダイヤモンドを磨き上げたこちらの一品、なんとブラックマーケットで抗争の火種となってから紆余曲折あり私の元へと渡ってきた訳ありの品でして。明太郎さん、なるほど、どこに行ったかと思えばこんなところにいたのですね。そして取引されている品はどこも所在が不明になっている盗品ばかり。 RPG のオークション会場では貴重なアーティファクトが取引されたり、敵の陰謀につながる手がかりが見つかる場所ですが、アリス思い出しました。オークションに参加するにはフラグを立てないといけません。特殊なクエストをクリアするか、レアモンスターを倒して大量のクレジットを用意する必要があります。あそこにいるのがこのエリアのレアモンスターですか。モンスターではないからね。いや、モンスターではないからね。むむ、何か騒がしいような。は、なぜここに C&C が。あなたたちは慈愛の回答を相手にしているはずですわ。C&C だと話が違うじゃないですか、明太郎さん。私たちを騙していたのか。時計王の冠、C&C が探していた盗品はここにあったのですね。はっ、ふむ、どうやらそれだけではないようですね。我が子を持ち上げるフラヌスに落ち葉拾いのイナンナ、ウェヌスの石像まであるだなんて。時、何か心当たりあるの。すべて犯罪組織の間で違法の取引。なるほど、お客さんも騙されてんのか。騙されてるというか、盗品の行方を追うこと。はい、先生のおっしゃる通りです。私の任務は時計王の冠をはじめ盗品の行方を明らかにすることです。慈愛の回答を追えば盗品にたどり着くと考え屋敷に来ましたが、まさか地下で違法取引が行われてたとは。話が違うじゃないか。そんなの話は聞いとらんぞ。聞かれておりませんので。ダブル任務ね。むむむ、お前さんたち C&C の身柄を拘束しろ。くれぐれも丁重にな。今回いつものイベントより戦闘が少ないような気もするな。
準備できた？行くよ。移動します。移動します。ここに隠れます。ここに隠れます。ここに隠れます。少し悔しい。さて、やってみようか。私はこっちだよ。こっちだよ。こっちだよ。私に任せなって私。びっくりしました。もう怒ったんだから。よし、このまま。ドットを打つように緻密に、フギーの情報収集能力お見せします。アコ、いいね。私はこっちだ。行きます。サンキュ。大したことなかったね。くそ、ここまでです。さて、なぜここに盗品があるのか、そしてこのオークションについてご説明いただいても。くそ。だがこんな事態も想定していたとも。警備はお前たちだけではない。仙外教の源流門にも依頼してるのだ。仙外教の源流門。手段を選ばなさすぎる。源流門、あの源流門か。さあ、呼びたい。取り押さえなさい。こいつらがあれか、呼びたいだったのか。参加者に紛れてこんなに。え、こいつらじゃ多少負傷してたとしても慈愛の回答と太刀打ちできなさそうだけどな。どうしましょう先生。相手が多すぎます。パワードスーツさえあれば。この煙は一体に逃がしちゃならんぞ。どうぞ私の手を。その声は、え、ちょっと待って、今のさ、モブのさ、パンツスーツ姿誰かに着せたいな。いや、多分そういうのが実装されることはないんだろうけど、そのなんかチラッとでいいから。思わぬ助けを受け屋敷から抜け出した。え、それこそ星野っていうかアビドスとか似合いそうだな。はあはあ、疲れました。もう走れません。もうこんなに日が暮れて随分と長居していたようです。みんな大丈夫ですか？うん、彼女のおかげで敵は敵、味方でいいのかな。え、俺最近パンツスーツ系ね、ちょっと、なんだろう、注目してるというか、好感度上がってるんだよな。うん、どういうこと？偶然、無作為、不謹性、不確定性、いずれも美学を語る上で外すことのできない要素。え、これでさ、実はさ、慈愛の回答じゃなくてさ、あのパスカルみたいなやつが急に出てきたら、それはそれでおもろいよな。お前なんかいみたいな。誰ですか？あー、ですよね。ふふ、ごきげんよう。このような形で再会するなど、お互いに想像もしなかったではないでしょうか。先生、一体どういうこと？慈愛の回答が助けてくれたんだよ。確かにあの煙幕は いません。ここには誰もいません。助けてくれてありがとう。どうして助けてくれたの？何が目的なんだ慈愛の回答は。そうですね、まずは誤解を解くところから。私はお嬢さん方の敵ではありませんよ。そしてお嬢さん方を助けた理由は、端的に言えば道田に騙されていると気づいたからと申し上げればよいでしょうか。慈愛の回答は誰にも気づかれないよう一瞬だけウィンクしてきた。どうやってウィンクしたと分かった？小道具で会話したことを思い出す。あの玉ね。であれば C&C はもちろん先生とも戦う必要ありませんから。お嬢さん方は被害者ですからね。なので地下オークションの存在をお伝えしました。真の敵は誰なのかと。ああ、それとついでと言ってはなんですが、 C&C がお探しの美術品も見つかったでしょう。
うわ、一気に情報が押し寄せてパンクしちゃう。つまり私たちと地合いの怪盗さんで戦ってる場合ではないということですか。補足な手を考えましたね、地合いの怪盗。ふふ、何のことやら。敵の敵や味方とも言いますが、常にそうとは限りません。地合いの怪盗さんは七周人の一人ですよね。ふふ。それがどうかしましたか、お嬢さん。それとも七周人のような危険因子とは相入れない、たとえ同じ目的があろうとも犯罪者と手を取り合うことなどできない、とても。あう、あなたが七周人の一人であることも、 C&C が追う時計王の冠を狙っているという事実も何ら変わりないでしょう。依然としてあなたの行動には注意を払う必要があります。共闘する、要はあのドーダの悪事のために共闘することによって、自分のことを、自分の拘束を保留にしつつ王冠にたどり着くっていうのが目的って感じなのか。うん、時の言う通りだけど、それを踏まえた上で提案があるんだ。提案ですか。ふむ、続けてください。一旦ここでは同盟を結ばない。確かに事態は私たちの想定とは大きく異なる展開に転びました。しかし相手は七周人、犯罪者です。そんな怪しい者と同盟だなんて、ふふ。私は明暗だと思いますよ。ああ、でもひねくれ者にその言葉は届かないかもしれませんけど。先生、可及的速やかに犯罪者の排除に。およ、珍しい、馬が合わないのか、時と。まあまあ、二人とも落ち着いて、とりあえず情報交換するのはどうかな。うん、先生がそう言うなら。私たちはミレニアムサイエンススクールのゲーム開発部だよ。いろいろあって C&C と勘違いされて、あなたから屋敷を守ってほしいという依頼を受けたの。あなたの予告状を読んで剣の描かれた絵が撮られると思ってたんだけど、予告状の謎を解き直したら地下の通路が見つかって、3日目に行うはずのオークションが開催されてるし、いきなりメーターさんに攻撃されて、うー、どうしてこんなことに。なるほど、お嬢さん方何も知らされてなかったのです。仕方ないでしょ、依頼受けたのだって急だし。ふむ、それでも私の予告状を解読することができた。素晴らしい才能です。ふん、当たり前じゃん、今までたくさんのパズル。でも時の嫉妬が一番可愛いかもしれないな、この世で。もしかしたら今の感じを見ると。ちょっとあんドーナツ食べよう。そうなんですね、まあ良いでしょう。私は最初から地下コーナー、オークションの会場を狙っておりました。そこは違法なルートで取引された盗品が売買される闇の市場。屋敷の主である道田が管理している場所でもある。その情報に偽りありません。C&C が追ってる盗品が一箇所に集まってたのは私も目にしましたので。じゃあ、あの展示会はバルキューレの注意をそらすための餌だったのでしょうね。いずれにせよ私の狙いはただ一つ。バルキューレって一応ちゃんと機能してんのか。時計王の冠、かの素晴らしい美術品を一人で独占するだなんて、誰が許そうとも私の美学では許すことなどできません。やっぱそういうなんか自分の美学にあるべき場所にあるべきだっていう考え方なのかな。もうお分かりいただけましたでしょうか。要はその誰かが買い取った名品みたいなものを盗んであるべき場所に置き直すみたいな感じなのかな。お嬢さん方は利用されていたのだと。ドーダーは狡猾です。お嬢様方が思っているよりもずっと。でもこんな急に信じろって言われても、ふふ。そうですね、そう思われたとしても致し方ないと理解はしておりますが、片や牙を剥いた者、片や手を差し伸べた者、
どちらの言葉が信用に値するのか、果たして天秤にかける必要ありますか。緑の時もありがとう。理由なんて単純明快ですよ。優れた美術品を前に無益な血が流れることも私の美学に反…かっこいい美学ふふ私はシャーレの…え、これあれ美食研究会とかより普通にいいやつなんじゃないの、下手したら。私はシャーレの先生から提案して もらった…だってあいつら食べるためにマグロ盗んだりするもんね、水族館から。お嬢さん方はいかがでしょうか。美食犬の方が悪いやつ説出てきたな。でも七周人、え、七周人をしのぐの面白くないか。え、あいつら一応なんか、こいつも一応やばいところに収容されてたんだよな。ワンチャン七周人より美食犬の方が大物説。捕まってないだけなんだ、美食犬って。先生、何か心配事でも。うん、大丈夫だよ。時はどう。私も特に問題ありません。ごめんね、急な話だし混乱してるよね。先生には隠そうとしても無駄ですね。正直に言うとまだ気持ちの整理がついていません。もう、それは私たちも一緒だよ。騒がしい桃井が来ましたね。騒がしい桃井、あ、うわー、こいつさ、トキさ、自分がさ、単身さ、ミレニアム C&C に引き取られてさ、周りに馴染めるか、不安だったくせにさ、受け入れられたら、皮肉屋になってくんでしょ。こう、ちょっと、ボソって、ぼやくタイプになってくんでしょ。で、そのくせさ、言い過ぎたり喧嘩したりしたらさ、不安になっちゃってさ、どう仲直りしたら良いでしょうかって裏で先生に相談するんだよね、きっとね。ちなみに他代表の緑、静かなゆず、可愛いアリスです。どうして私だけいじられてるの。先生、なんとか言ってよ。な、仲良くしようね。絶対一回は距離感ミスるターンあるな。これお姉ちゃんの言うこともわかります。急に同盟だなんて。でも自分としては多分すごいね、もう友達、いや、いい、いい、あー、なるほどね。私たちどうしたらいいんでしょうか。決まっています。敵を倒して勇者の道を進むのです。でもアリスちゃん、この場所は誰が敵なのかな。この場合は誰が敵なのかな。え、それは、それは。うわん、頭が混乱しました。ユズ、SOS です。でも、どんなにミスってもミレニアムだから大丈夫だっていう絶対的な安心感がある。致命的なことは、ないね。ありえないね。私に提案があります。先生とゲーム開発部はこの件から手を引いてください。一人で片付けようとしてるのか。時はどうするんですか。先生が同盟の話を聞き出した時は多少驚きましたが、これは私の任務ですので、盗品の数々は私が責任を持って回収いたします。それは時一人でやるつもり。はい、そもそも皆さんが巻き込まれたのは堂田明太郎が桃井を C&C と間違えたことに起因します。緑のこともありますし、このまま関わり続ければさらに怪我をする恐れがある。うわでも時、うわなんかでもハマるな、正直な。てか多分ミレニアムと仲良くなればこそこういう一面がより出てきそうな不安感もある。時はこの子たちを守りたいみたいな部分が重なっちゃって。時さんはどう解決するつもりですか。状況に応じてではありますが、慈愛の回答と協力してオークションを中止することも視野に入れております。その場合は慈愛の回答よりも先に時計王の冠を回収し、
バルキューレに届ければ任務は達成されるかと。そしてどうだとこのようなことになってしまった皆さんはもう依頼を遂行する必要がありません。先生も同じくです。なので皆様は先生と一緒にお帰りください。私からは以上です。いいえ、アリスたちは帰りません。なぜ？時は仲間ですから。ゲーム開発部は絶対に仲間を一人にしません。うん、こんな状況になっちゃったけど、お姉ちゃんのせいで巻き込まれたのがきっかけだけど、妹よ、今はその話をしなくてもいいんじゃ。とにかく妹よっていいね。うわ、なんかさ、一気にコメディーパートがのなんコメディーパートが歩き出したというか、より俺がゲーム開発部をこれからの人生で下ろすのにより手助けになってるわ今。うん。時一人に全部任せて逃げ出すわけにはいかないよ。今は私たちも C&C だから。そんな理由で。理由は単純で良いのだとアリスは学びました。それともアリスは時の仲間ではないのですか？いえ、そういうわけでは。ただ仲間というものに慣れていないと言いますか、初めてのことなので。なら問題ありません。アリスは時を手伝いたいです。そうだね、アリスに賛成だよ。うん、アリスちゃんならそう言うと思ってた。ふふ、どうやら方針が決まったようですね。おお、来た。ドーダーは決して甘くありません。すでに事態を収拾し、オークションを再開しているです。その上、私たちが屋敷を出てからすぐに警備を増員するぬかりのなさ。それらから総合的に判断して、時計王の冠がオークションにかけられるのは時計の針が12時を指す頃か。ええ、私たちの行方をつかめていないのですから、そろそろ手放そうとする頃合いでしょうから。すんなりと教えてくれるんだね。おや、同盟を結ぼうとおっしゃったのは先生ではなくて。それじゃあ2つ質問してもいい？ふん、2つだけで良いのですか？まあ最も全てに答える義務はないですけど。まずは予告状の最後の一部について。一度も授与されたことのない贅沢であるが不遇な剣のもと。これを読んで私たちは剣が描かれる絵を奪いに来ると思ってた。ああなるほど、剣は権威の象徴、王冠を言わずもがな権威そのもの。この屋敷で最も貴重な美術品、それが何かを知っていれば謎は簡単に解けるようになっていたのです。でも私たちは時計王の冠の名前すら知らなくて。その通り、それゆえにお嬢さん方には決して解けない予告状となっていた。もしもその場で道田が全てを明かしていれば話を変わっていたでしょうけど。なるほどね。つまり最初から私たちは利用されて。ふふ、その通りです。道田は今にも気づくことでしょう。世の中が全て自分の思い通りに進むなどありえないことなのだと。さて、次の質問は？なぜ君はこんな危険なことを？ふふ、そうですね。それが世のため、人のためになるからと言えばよいでしょうか。みんなのために美術品を盗んでいるということですか？ああ、素晴らしい。その通りですよ、お嬢さん。美術品とは人の目に触れてこそ価値をなすものですからね。美術品が有す魅力に触れるのは全てのものに、等しく与えられる権利。ですが、このまま道田を放置すれば、時計王の冠は再び、表舞台からその姿を消してしまう。もちろんいつの日か、再びブラックマーケットに流れる日が来るかもしれない。でもよ、慈愛の回答。あ、まあ、美術品の定義にもよるけど、誰か一人を思い浮かべてその人のためだけに描いた絵とかは必ずしもその限りじゃないんじゃないのか。突如として裏世界に現れた名高い美術品。先ほどゲストの反応を見れば噂だけでも大きな騒ぎにつながると容易に想像できるでしょう。騒ぎが混乱を起こし、混乱が紛争を生む。だからこそそうなる前に奪うのですよ。それなら奪った美術品はバルキューレに。おやおや、私にバルキューレを信じろと。私たちをたやすく流してしまうようなつぼみたちですよ。答えは単純明快。私が手元で管理いたします。世界が美術品の価値を理解し、真の美学に目覚めるその日まで。結局自分のものにするんだ。でも自然、なんか嘘は言ってなさそうな感じするね。さて、お望みの答え得られましたか？
私の話を聞いた上でお嬢さん方のお答えを聞かせて願えますか。先生の提案を受け入れます。おや？ C&C として盗品の回収任務を引き受けた以上、私は作戦を成功させます。不本意ですが臨時の同盟を受け入れる方が妥当と判断しました。皆さんは？はい、もちろんです。私たちはパーティーですから。おお、皆さん、それがお嬢さん方の美学なのですね。え、慈愛の回答なんかさ、うわー、そういうことか。憎たらしいね。慈愛の回答メインストーリーとかでさ、なんかこうふっと現れたらクソアチいけど、それは俺が苦しんだイベスト読ませろよにもつながってくるわけなんだよ。良いでしょう。それでは具体的な作戦を立てるとしましょうか。まあどうにか深く支障のない形で出てきてほしいね。まあ、ゲームの理解に、ストーリーの理解に差し障りあったら、まあちょっと良くないなって気もするけど。バレてないのか。よし、うー、怖かった。すごいよユズ、警備に全く気づかれないなんて。ユズちゃん、どんな状況あった？意外と正門までは監視が厳しくなかった。警備員はほとんど正門の内側にいるみたい。と扉の隙間から覗いたら、お屋敷の中は警備でいっぱいだったけど。やっぱりこの方法しかないんでしょうか先生。まず敵の意識を分散させないとね。そうすればきっと警備員は混乱するはずだし、今更悩んでも仕方ないよ。これくしくも陽動作戦ってことか。最初にごまかした時に言ったけど。息を潜めて待っていると。なんだ？屋敷の裏側から花火が打ち上がる音がした。おい、あれ？堂田さん何か言ってたか？いや、何も聞いてないが。花火が夜空の真ん中で爆発すると。なんか随分詩的な文章だな。夜空の真ん中って。慈愛の回答の5文字が浮かんだ。慈愛の回答だ。集合、全員で慈愛の回答を追うぞ。合図です先生。これ以上なく分かりやすい合図だったね。ええ、少なくとも間違えることはなさそうです。確かにな。1分後に私たちも行きましょう。お願いできますかアリス。もちろんです。今こそ勇者の出番ですね。仲間と一緒にイベントを進めてみんなでレベルアップするのです。ん？今度はあっちで騒ぎか。一体どうなってるんだ。光よ。え、あ、よかった。え、あ、大丈夫なのか。なんか光よってさ、なんかこういうので使っていいやつじゃなくないか。そのなんかさ、その、ババババババみたいなさ、その街中でさ、まあ、銃ぶっ放す世界観ではあるけどさ、こういうので使っていいやつなのかな。速やかに制圧します。渡るが、一般人に破壊光線撃った時に近しい感情を覚えたわ今。無理無理。
なんか電気ショックとかでいいじゃんみたいな。恨みはないけど覚悟して。世話をかけるね。もう怒ったんだから。びっくりしましたか。私の怒りの弾丸を食らえ。私が耐えてる間に攻撃して。有機支援感謝します。あとはお任せしますね。恨みはないけど覚悟して。世話をかけるね。あなたたちのために祈るね。祈るね。びっくりしました。もう怒ったんだから。大したことなかったね。こちらです。はあはあ、どうしてこんなことに。ごきげんよう、素敵な夜ですね。また現れおって慈愛の回答名。おや、熱烈な歓迎ですね。そんなに興奮されても困ってしまいます。まだ諦めておらんとは。ふふ、本当にそう思ってたのですか。え、うるさい、これは私のものだ。金を払う限り誰にも渡すつもりはない。ああ、それはいけない。その王冠はあなたのものではないんでしょ。それはお嬢様方のものだ。あなたのような価値のわからぬ成金にはふさわしくない。お前の意見など聞いとらん。けっ、 C&C も所詮噂だけだったか。事情も伝えずに王冠を守れたなんて、よくもまあそのような無茶をつぼみたちに言ったものですよ。そもそもあなたが依頼したのは本当に C&C だったのですか。何、どういうことだ。ああ、お気になさらず。金稼ぎしか考えてないあなたにとってはどうでもいい話でしょうか。うわ、みんな今だよ。お姉ちゃん、王冠を確保しないと。と、止めろ、止めろ警備たち。全力で敵を排除します。光よ。今明太郎の正解を見つけた。俺は王冠は、この王冠は私のものだ。なぜこんなところに箱が。まさか。もう逃げ場はありません、明太郎さん。王冠を渡してください。そうすれば誰も傷つかずに済みます。ふざけるな。私は絶対に屈しない。仕方ないですね。お願いします。最初からこうした方が早かったと思いますよ。でもせめてお話を聞いてから。あ、ここが悪党たるゆえか。時計王の冠回収しました。よかった。パンパカパーン、仲間と力を合わせて宝物を取り戻しました。商品の回収を完了しました。これで私の任務も無事終わりです。 CC&C、 お前たち私を裏切ったのか、この恥知らずめ。恥知らずなのは本当に私たちでしょうか。 C&C が動いている裏で地下オークションを開き、商品の売買を行っていたあなたに言われたくありません。私、アスマトキがあなたを拘束します。ふざけるな。こんなところで捕まってたまるか。あ、逃げた。お任せください。ではお嬢さんの代わりに王冠は私が。おお、最初からこれが狙いで。ゲホゲホ、煙で前が見えない。この煙幕まさか。ゆずちゃん、王冠気をつけて。うん、しっかり握ってるから。ふふ、果たしてそれは本物の王冠かな。え、すり替えておいたのさ。これ銅の塊じゃん。いつの間に。お疲れ様でした。皆様、ああ、お嬢さん方には感謝していますよ。時計王の冠しかとこの手に。
やるなぁ。やるけど、なんか別にいいぜ。そんな悪いやつじゃなさそうだったし。先生、来ましたか。潜入任務、準備は完了しております。はい、先生。何かありましたか。いやぁ。この服は感覚がダイレクトに伝わりますね。素材が薄いから当然ですが。え、そバニースーツですか。え、今のセリフってメイド服とは異なる利点があって良いと思っております。バニー姿よく似合ってる。いやマジで似合ってる。ガチです。これに関してはガチ。そのありがとうございます。褒められるとは思ってもおらず。この服は感覚がダイレクトに伝わりますね。素材が薄いから当然ですが。バニー姿よく似合ってるですか。そのありがとうございます。マジかよ。褒められるとは思ってもおらず。最初から全て計画のうちだったと。おや、私たちは互いの利害が一致していただけに過ぎないと思っていたのですがね。お嬢さんにとってはそれが任務、私にとってはこの時計王の冠だっただけのこと。そもそも美学を共にしようだなんて話をしましたか。あなたは今までもこのような生き方を。なんか深いところで罵り合ってるなこいつら。ふむ、それは目的のためなら手段を選ばないことですか。それとも同盟相手をあっさりと裏切ること。それはある意味時の美学に反するのかもしれないね。そういうことをしちゃうってのは。ああ、己の本懐を遂げるためなら全てを投げ打つ覚悟のこと。かっこよく言い換えてるだけだみたいな風に思ってるかもしれんな。私の答えなどを分かりきった上であえて聞きたいのであれば申し上げましょう。全てだと。理解できませんね。理解できませんね。ふふ、理解など鼻から求めておりません。口先だけならいくらでも紡げるでしょう。だが最後は皆同じ言葉を残して去っていく。疑念、拒絶、排除。ああ、私は化け物であると。お嬢さん方も同じでしょ？そこにいらっしゃる先生も。他の解決方法もあったかと思いますが。それでは一つ伺いましょう。私が王冠を持っていかなかったと仮定して、その後どうするおつもりなのですか？どうだの？でもさ、時がさ、俺にさ、こう、忠義を尽くしてくれたとしてさ、もしさ、時の身に、俺、になんか危ない身がことがあったとしても、やっぱその時の忠誠心は美しいものだし尊重したいけど、その身を挺してみたいなことはしないでほしいな。うん。道団の身柄が拘束され、違法取引の容疑が明らかになるまでバルキュレで差し押さえられるはずです。つまりは貴重な美術品が人目に触れる機会を失うと、そういうことですよね。明太郎さんが捕まったら屋敷の美術品は博物館でも寄贈されるんじゃないですか。寄贈されるんじゃないのかな。そうでしょうとも。美術品の真の価値を理解しようとも しない人の手によって、形だけの管理と展示が繰り返されることでしょう。つまり何が言いたいのですか。どちらも間違っているというお話です。ダメです。お、キービジュアル来た。アリスたちがクエストをクリアするにはその王冠が必要です。ふふ、残念ですがそれでは私が困ってしまいます。美術品とは全てのお嬢様方のために存在するべきである。それが私の行動原理ですからね。同盟はおしまいですか。ふふ、短い時間でしたが楽しませてもらいましたよ。こんな形で終わるとあまり気分のいいものではありませんね。なんか桃井
緑の方がお姉ちゃんっぽいのみんな。私もそう残念に思っておりますとも。ですが残念ながら美しい友情の物語はここで終わり、そろそろ幕引きといたしましょう。さあ準備できた？どんどん行こっか。あなたたちは通れないよ。ミカお前、俺も今撃ったら終わっちゃうんだろうなって思ったけどさ。大したことなかったね。うっ、ふむ、この想定外の力、これが噂に聞くシャーレの先生なのですね。王冠確保したよ。レアアイテムも獲得しました。あの方どうしましょう。これは私のハンカチをお使いください先生。う、目が痛くて開けられない。ひょひょ、お姉ちゃんどこにいるの？声は聞こえるけど私はもう何も見えないよ。球体が靴にぶつかる感触がした。今度は確信を持って手に取ると。うわぁ、あ、まあ、いいや、今はいいや、ガチで。ご機嫌よう、私の声は聞こえておりますね。うん、聞こえてるよ。こんな形でお別れすることになってしまったのは、本心から残念に思っております。結果的に王冠は先生の手に渡ってしまいました。銅だから取り戻すことには成功しましたので、これでブラックマーケットに流れるという最悪のシナリオは避けられました。本当に美学で行動してるんだな。残念ではあるけれど、今回は先生に免じて潔く引き下がるといたしましょう。これが最後というわけではないでしょうから。いつもこんなに危ないことを？ああ、一応生徒だからね。ロボーの意志と美術品、先生は両者の違いをどのような基準で測りますか？どれほど素晴らしい美術品だとしても、その価値を全員が完璧に理解しているわけではありません。先ほども申し上げたように、真の価値を理解できるのは私だけ。であれば私の管理下に置く方が美術品にとっても良いのではないでしょうか。だから回答を。ええ、そうですとも。これが美に送る私の一途な愛。我が身を尽くし尽くしも故に慈愛。まあ、結局自分の元に置くのが美術品にとって一番いいっていう考えってことか。価値を理解する人がいなければその存在はあっけなく闇に埋もれてしまうもの。いつの日、まあだから、え、でも、ワンちゃん、だから坊ちゃんみたいに、この石は、ガチで価値あるんごっつって、その、名画の隣に石を置いてる可能性もあるんだよね。多分。同価値だみたいな。この石はマジで芸術、マジでアートだ。同じぐらい価値あるわ、つって置いてる可能性もあるよね。私たちは生まれながらにして名を持つわけではない。呼び名とは他者に想定されるもの。それは名にとどまらず価値や役割にも通ずることです。例えばそう、世間が私を慈愛の回答と呼ぶように。もちろん世の中には花から私を理解する気のないものもあります。狂った偏愛者と後ろ指を刺されることだった。故に先生が彼らと同じ思いを抱いたとしても、私はそんな風に思わないよ。ちょっとゲマトリアっぽいな、こいつな。うん？簡単に分かった気になるつもりはないけど。ふむ、そのような言葉を初めていただきました。でもなんか、なんだろうな、世間では評価されてない絵の一枚でも飾ってないと、こいつの言うことは、ちょっと、筋が通らないというか、より、誰にでも理解できるものが、より、評価されるっていうのが、割と世界の鉄則だと思うから、
まあそのなんとか委員会での評価とか有識者での評価っていうのはまた別だけど、広く愛されるものってその広く愛されるレベルが高くてかつ広く愛されるものっていうのもあるけど、より世間に受けるっていうのは、まあイコールよりバカでも理解できるっていうのはやっぱ内包してるものだと思うから、ふむ、そのような言葉を初めていただきました。つまり先生は世間に後ろ指を刺されながらでも回答であり続ける私を理解してくださると、大人として先生としてそうありたいと思う。もしも回答がいつまでも他者を試みない歪んだ子だとしたら、それでも最後まで目を離さないよ。生徒が道を踏み外したり苦しんでいたら必ず手を差し伸べて導く。それでも私たちは努力することを諦めないべきだと。一つお伺いしても、こんな私でもまだ生徒の先生の生徒といられますか？うん、もちろんみんな大切な生徒だよ。なんか難しいライン、なんかさ、この文章を読んで思う、考えてみると、俺がさっきネタで美食犬出したのもあながち間違いじゃないというか、まあその理解できないこだわり、割とブルアカのスタンスから外れてないキャラというか、他人から理解されないような美学みたいな、温泉開発部とかもそうだと思うし、の延長線ではあるんだろうね、きっと。アキラ、名前かな。え、清澄、うわ、それが仮面に隠された私の本当の名です。いいね、名を持つことによって。それでは先生、またいつかお会いしましょう。え、美しいオチだな、ケホ。あとさ、そのカンナ文字、カミナ文字わかんないけど、なんか名前明かすのって結構大事だよね、多分。やっと見えてきた、先生大丈夫？ブルアカ的な文脈においても。先生、HP は残っていますか？先生はパーティーで一番弱いので気をつけないと。ひとまず、外傷はなさそうですね。大丈夫、ありがとう。いや、もう、神田文字、人によって読み方の差が激しすぎるから、もう俺、ゴッドネームって読もうか。ゴッドネーム文字って今度から読もうかな。先生、もしかして試合の回答に何かされたんですか？うん、なんでもないよ。平気だよ。ところで王冠は無事？はい。こんな、あ、はい、私が箱の中でちゃんと。よかった。今度は無事です。ユズが離さずに持っていた王冠を確認し安堵する。試合の回答もメータロも逃してしまったが、みんなが無事で安心した。はあはあ、追っては来てないか。まだだ、私諦め、こんなところで諦めてなるものか。そうだ、そうだと思う。何度だって這い上がってやろう。そうかよ、じゃあこれも避けてみな。なんだこの口調は、誰だ。え、アキラじゃないよな。あ、ネルだ。んだよ、大したことねえじゃねえか。裏世界の大物だって聞いてたのにただの雑魚だったな。ふわあ。
お前たち出てこい、あいつに会いに行くぞ。かっこ C&C かっこいいな。いつでも先生殺せただろうね。お帰りなさいませ、ご主人様。その気になれば。うわー、ネル先輩が怒ってます。アリス怖いです。あのな、お前ら許してネル先輩。あ、何のことで、あ、言わんくていいこと言うな、これな。わざわざ言わせないと気が済まないの、ひどいよ先輩。いや、だから何のことだよ。みんなごめんね。これ多分気づいてないだろうね、そのネル C&C のふりしてるってことに関しては。私が最初から断ってたらこんなことにはならんかったはずなのに。もう終わりだよ、ネル先輩はカンカンだし、ゲーム開発部は廃部に、 C&C の名前を語った罪は重い。頑張って守ってきた部活なのに、アリスもユズもこうして一緒にいられるようになったのに。桃井、泣かないでください。桃井、アリスたちは大丈夫です。離れていても心は一緒だとアリスは学びました。はあ、お前ら何か勘違いしてるみたいだけどよ、私はまだ何も。っていつ私のことをそう思ってたのか。ふふ、どうでしょう。おい、自業自得だって言いてえのか。先輩方申し訳ありません。証拠品は確保しましたが、容疑者を捕らえることができず。うわー、時後輩なのいいなー。 C&C にもなんかこうあれ言ってんのかな、チクッとした一言。あ、それは私らが捕まえたから気にすんな。いえ、私の不手際で先輩方のお手を煩わせてしまったので。別にんなこと気にすんなよ、終わりよければ全てよしっつうだろ。で、お前ら、命だけはお待ちください、ネル先輩。あん？今回の件、あまりゲーム開発部を責めないでください。ほう？ゲーム開発部は何も悪くありません。本来であれば先輩方に連絡し、応援を待つべきところだったところを私はしませんでした。そしてゲーム開発部の仲間として友人として共に戦う道を選びました。ですから、もし彼女たちに責任があるというなら私も一緒に。そうです、ネル先輩。ここでのそうですはなんか、一緒にね、一緒に裁けみたいな。トキとアリスは仲間です。友達です。なんか売ってるみたいにも思えるな。友達が困っていたら助け合うとゲームで学びました。なので、いや、だから私が言いたいのはな、なんだその、よくやったって。え？あなた、ネル先輩そっくりの偽物とかじゃないよね。何言ってんだ！たく人が褒めてやってんのによ。本当に許してくれるんですか？あん？許すも何も結果的にちゃんと解決させたんだろう。ならそれでいいって。容疑者も捕まって証拠品も揃ってるわけだしな。あとは全部バルキューレに渡すだけだろう。ネル先輩、身長は小さいけど器は、お！桃い！桃いはもしかしたらあれだな。わかってるかもしんないな、こいつな。お姉ちゃん、言葉に気をつけて。聞こえたらどうするの。んで、トキ、お前も。はい、どんな処分も受け入れる覚悟はできています。だからそうじゃねえって。あー、ったくよ。まず、なんでバニーガールなんだ。もちろん潜入作戦だからです。はあ。だから、あん時あれほどつきたくないって。ん？リーダーあんなに似合ってたのに。あはは、トキちゃんも可愛いね。ありがとうございます。いや、でもね、俺ね、語り合うとしたら、多分、優香よりは桃井の方が気が合うと思うんだよな。その、ロマンス的な観点において、多分。とにかく、私が言いたいのはだな。はい、自粛、謹慎、監禁、どんな内容でも受け入れますので。だから！
ああもうネルはトキを褒めてるんだよ。置いてけぼりにしちゃったこと謝りたいんだよね。先生、いやだってユウカはロリコンより、モモイの方が多分徳間というか分かってくれるはず。クソ、先生がいること忘れてた。それは一体どういう、ああもうだから、よくやったな。それと悪かったよ。だからなんだ、そのお前を置いてきたかったわけじゃねえから。今回は急な任務でお前一人に任せるしかなかったんだよ。でも最後までやり遂げてくれたし、そのお疲れさん。ふふ、そういうことです、トキちゃん。リーダーはこういう時素直じゃないですからね。余計なこと言うんじゃねえよ。だってさ、トキちゃんよかったね。ありがとうございます。よかったね、本当に、トキちゃん。はぁ、疲れた。あれだけ苦労したのに報酬どころか依頼自体がなくなっちゃったし、無駄骨だよ。でも次回作のネタにはなったんじゃない？次回作？あ、確かにネタだけならたくさんね。あ、そういえばバルキューレから懸賞金がもらえる。おお、バルキューレ、え、懸賞金ってどういうこと？そんなの初めて聞いたよ。私もさっき知ったんだけど、この盗品はバルキューレもさ、あ、そうなんだね。そんなお金あんのかと思ったけど。クエスト達成報酬ですね。パンパカパン、アリスたちは懸賞金を手に入れました。どうせ大した額じゃねえんだろうな。あ、じゃあそのお金でプライステーションが、もっといい使い道があるよね、お姉ちゃん。なんで、私たちはゲーム開発部だよ。ゲーム開発部がゲームに投資しないでどこに投資するっていうの？アリス、考えがあります。ゲーム開発部の部長はユズです。ユズに決めてもらいましょう。一つ考えがある。え、なになに、ちょっとユズのおでこにニキビができちゃう回みたいな。そのお金は次回作の開発に使うのはどうかな。次回作の開発、そういえばセミナーにもらったゲーム、研究開発費がそろそろ底をつきそうだね。さすがユズです。私たちがここで得た経験を生かせば、もっと面白いものが作れるかも。そうだね。私にいいアイデアあるよ。聞いて聞いて。口頭じゃなくて、ちゃんと企画書にしてよ、お姉ちゃん。そんな、私は企画書が苦手。なんかあんまなかったよね。妹、企画書が苦手なんだぞ、妹よ。この、これちょっと、こすってほしいな。シナリオライター兼プランナーなのに企画書が苦手でどうするのよ。帰ったらすぐコーディングの準備をしないと。待って、この溢れるアイデアをうまく形にするためにも、とりあえずゲームしない？それはダメ。どうせ遊んでる間にアイデアがどっかに消えてしまったとか言うでしょ。アリス、いつでも準備できてます。みんな元気いっぱいだね。そうして急に訪れた非日常からいつもの日常へと戻って行き、彼女たちは楽しそうに夜更けまで遊んでいた。そうして誰もが寝静まる頃、桃井、ん、どうしたの先生。本当に大変だったね。うん、一時はどうなることかと思った。でもね、なんだこの性ヒロイン感。ん、緑もユズもアリスも、それにトキも一緒にいてくれたから。大変だったけど本当にすっごく楽しかったよ。先生はどうだった？うん、私も楽しかったよ。へへ、よかった。まぶしい笑顔が。あ、みんないた。桃井たちゲーム開発部の笑顔はこれまで以上に輝いて見えた。でもみんないてもまぶしい。よかった、桃井の手握らなくて。うん、もちろんみんな大切な生徒だよ。なんだこの、
目、うわー、うん、もちろんみんな大切な生徒だよ。マジか、マジか。このなんだろう、なんだろうな、このまつげ好きなんだよな。この同系色のさ、なんか実質透明みたいな、なんか目立たない先生。うん、もちろん録音して。変態かこいつ。みんな大切な生徒だよ。ふう、こんなにも胸が締め付けられるなんて、この鼓動は一体。変態だねこいつね。ですが苦しくは、むしろ幸せな、あ、ヤンデレ系というか、その美術品に関してもそうだし。なぜでしょう、先生ならこの答えを知っているのでしょうか。私に盗めないものなどありません。え、ドンツー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 、いつだって大切なものはみんなのために。人は生まれながらにして名を持つわけではない。それは心も同様です。人生とは常に選択の連続であると。先生、いつの日かこの気持ちの名をいただきに参ります。なるほどな。俺のこと好きになっちゃうか。ちょっと答えられなくなっちゃったかもな。いや、よかったなぁ、でも。よかったわ。めっちゃよかった。かったわ。今更だけど、昨日千尋の誕生日だから誕生日ボイス聞こえてたんだ。あ、そうなん。なんかさ、新しい機能が、なんかボイスが、うわ、確かにアキラに抱えられるシチュエーションはでもいいな。確かに。あ、あ、やるね。あ、なるほどね。グリフィンドールに10点。こんなに人がいるところは慣れてなくて、これもある意味イベントだとは思いますが、箱はどこに。あれがないと私。かわいい。見つけてくださったんですね。ありがとうございます。一日だけクソうるせえ居酒屋でゆずがバイトする話みたいな。どうしてもバイトする必要があって。でもニキビはあんな、だって夜遅くまで遊んでたらできるかいあるんだよな。で、まあ隠そうと前髪下ろしたりしてみるんだけど、まあ前髪ってニキビ、おでこニキビはやっぱ基本的にあんま前髪かかりすぎない方が治るの早いし、だからまあ結局どうしようみたいな感じになっちゃうっていう。
うわ、ガ、まあ、ガチャはいっか。うわうわえ、かわいい。うっ、いいね。青い光がいいな。かわいいな。かわいい。確定ガチャ引いてないはず。え、ガチャだけ引こうかな。え、どうしよう。いや、なあ、どうしようかな。あー、どうしよう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 。いや、さすがにこのまま両方引いて絆ストーリーは、いいや、やめよう。でも我慢。いやー、どうしよう。でも他の配信もな、したいけど。あー、どうしようかな。ああ、いや悩む悩むな。絆すと、あ、確かにガチャ。絆を上げとくっていうのもあるか。あれだもんな、カフェに呼べるのは一人だけだもんな。確か。時間かかるんだよね、確かね。少し落ち着かないけど、嫌じゃない。あつこだよね、これ。どうしよっかな。ゆずもいるから3人か。確かに。引くか？引くだけ引くか？え、ちょっと！覗かない？覗き。みんな。覗き。なんかこの壁穴開いてるぞ。ご主人様と一緒に楽しい一日を始めちゃおう。流れ来たな。元祖バニー。うわぁ、はぁ、うぃかよ先生。時かと思ってびっくりしたわ。誰かと思ってびっくりしました。試練が怖い時、苦難に負けそうな時、私が一緒に立ち向かってあげましょう。もう来ないよこれ。ああ、そうだな。
小さいからって舐めないで。将来性はものすごいんだから。いや、こういうのは来るときはすぐ来るんだよな。確定費、あ、確定費いくか。え、確定ど、あれ、あ、これね、これ買うやつじゃない、募集チケット買うやつだ。今いいや。アリスさ、つま、ひとつまみしない？ねえ。ねえ、この壁穴開いてないか、みんな。でもダメだ、アリスにそういうこと言いたくないわ。今回はガチできた。え、あるよな、これあるよな。少女を美しくするのは化粧ではなく熱情さ。情熱じゃなくて熱情ってのがいいんだよな。私が来てもよかったんでしょうか。ご主人様と一緒に楽しい一日を始めちゃおう。来い。えっへへー、お祭り運営委員会のしずこです。しずこです。これからよろしくお願いしますね、先生。え、あー、はいはい、そうですよ、営業用のセリフです。あー、はいはい、そうですよ。あの、私が来てもごきげんよう。あ、こっちの言葉の方がより自然かもです。はじめまして。来い。え、持ってない。持ってない、持ってない、持ってない。なんなのだ。なんなのだ。せっかく休日だったのに。まあ、先生の呼び出しなら仕方ないのだ。あざっす。鞘私服あざっす。これからすっごく面白い物語が始まるよ。感謝感謝。感謝。それじゃあ、ブルーアーカイブに感謝を込めて、あーね、虚しいな、この未確定で時の文字が出てくる。怪我をされた方はいらっしゃいますか？私がすぐに駆けつけますよ。いや、でもちょっと正直流れ逃した感あるな。来い！しゃーくー。私に任せてください。来た、この配信には本の中の物語のように私たちの物語が始まります。試練が怖いとき、苦難に負けそうなとき、試練が怖いとき、苦難に負けそうなとき、私が一緒に立ち向かってあげましょう。オクソラアユミです。ただいまより先生の支援を担当します。ご主人様と一緒に楽しい一日を始めちゃおう。来い。美食研究会のあかりです。これから一緒に美味しいものを食べに行きましょうか。来い。説明や解説が必要なら来い。私に任せてください。え、説明や解説が必要なら私に任せてください。もう12枚ぐらい引いてないか。来い。
へぇー、よっしゃー、メイドにジョブチェンジしてもアリスはアリスです。よっしゃー、見ていてください先生。よっしゃー、マジか、あざっす、ピックアップあざっす。かー、ありがとうアリス。これ爆勝ちですね。しかも流れ来てます。おう、イエス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 。あー、まあね、自警団任務の延長ですね。トリニティの安全のためならいくらでも協力します。来い。え、アリス、これ、え、トキにしてない？いやいや、もうちょっと待って、流れが小さいからって舐めない。いや、これね、ミレニアム学園、音瀬こたま先生の声が聞こえたのでここに来ました。あ、どうだろうな。音瀬こたまが来たとき、よし、夢かと思った、今この瞬間。あの、含まれております、この配信には。邪魔だと思いましたら、この配信には含まれております。新年だから新しい服なだけ。まあ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 、かよこ、まあでもダブリか。今年もよろしくね先生。まあかよこは結構正直トップティアの推しではあるが、来い、いいぞ。まあさすがにか。来た、ガチ来ました。これ黒見セリカよ、いっと、ミレニアム学園、昇格した、音瀬こたま、この配信には先生の声が聞こえたのでここに来ました。含まれています。怪我をされた方はいらっしゃいますか？私がすぐに駆けつけますよ。これはね、ガチャが引きたくなりますよ。ミレニアム学園、音瀬こたま、先生の声が聞こえたのでブラカー、ここ、もう一回俺に振り向いてくれ。怪我をされた方はいらっしゃいますか？私がすぐに駆けつけますよ。条件はクリアされました。私たちは今日この瞬間を絆と定義し証明することになるでしょう。あの時見抜けなくてごめん。本の中の物語のように私たちの物語が頼む始まります。来い。試練が怖いとき、苦難に負けそうなとき、私が一緒に立ち向かってあげましょう。え、あ、でも持ってない。アリウス救わったのは、アザス。今は主のいない猟犬みたいなものだから。ミサキアザス。リードを上げる。好きに命令して。すべての出会いは必然。これからどうぞよろしくお願いします。俺アリウスね、一人も持ってないんや、正直言って。来い。いや、サオリは持ってる、すまん。
昇格来い。ほい。ああ。らないか。説明や解説が必要なら私に任せてください。カモン。あーさすがにないか。でももう勝ってるよ、はっきり言って。時系団任務の、ね、悔しくないもん。天井でも私が来て本の中の物語のように私たちの物語が始まります。こいこい。あー無理か。めっちゃ星に来るじゃん。お祭り運営委員会のしずこです。これからよろしくお願いしますね、先生。どうしたら来るこれ。え、来い。あー、はいはい、そうですよ。めっちゃ喋り続けてる、しずこが。なあ、ないか。くそ。あー。時系団任務の延長ですね。トリニティの安全のためなら、いくらでも協力します。アーカイブくん。ブルーアーカイブくん頼む。振り向いて。ないか。頼むよ。時系団任務の延長ですね。どうしたらいいの。ごきげんよう。俺、頼む。俺でよければアグモン書くから。頼む。初めまして。俺でよければアグモン書くから振り向いてくれ。無理か。怪我をされた方はいらっしゃいます。ゲヘナ学園給食部ミレニアム学園。怪我をされた方はいらっしゃいますか。私がすぐに駆けつけますよ。来い。頼む。はい。来た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 。今そろそろ来るわ。来い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 。怪我をされた方はいらっしゃいますか。また夢かと思った。今この瞬間。ゲヘナ学園給食。怪我をされた方はいらっしゃいますか。来いよ。私が来ても。時系団任務の延長ですね。メリークリスマス。まあ、あざす、あざす、まあ、あざす、内が来ましたよ。まあ、あざす、まあ、あざす。最高のご奉仕をお約束し、まあ、未勝事よ、未勝事、言うて未勝事。俺の勝利は揺るがないといったところか。長いよ。アグモン理論あるかこれ。ゲヘナ学園給食部のジュリと言います。なんかさ、サインしてる最中に昇格したよね。いつでも私に言ってくださいね。怪我をされた方はいらっしゃいますか。え、私がすぐに駆けつけますよ。あ、アグモン、アグモン教これ。小さいからって舐めないで。将来性はものすごいんだ。マジかこれ。来たかこれ。こっちの言葉の方がより自然かもです。こんなホイホイ昇格ってするのかな。私が来ても説明や解説が必要なら、アグモン進化。私に任せてください。アグモン進化かこれ。いらっしゃいますか。
私がすぐに駆けつけますよ。給食部の風花です。食べたいものがあったらいつでもおっしゃってください。来い来い。アリウススクワットの。おー、美咲めっちゃ来るな。今は主のいない猟犬みたいなものだから、リードを上げる。好きに命令して。これ首隠してんだね。気づかなかったわ、美咲。跡があるんだろうな、きっと。まあさすがにもうないと思う。ああね、さすがにな。ごきげんよう。あ、こっちの言葉の方がより自然かもです。はじめまして。買うか。今買えないんだっけ。ちょっと待ってな。あ、待って、確定買うか。ちょっと待ってね。星さん、これも買おう。でもね、ギリ星ガチャ1回分だから。てか普通に買えたわ俺。このガチャの分のあれって天井分に加算されるの？あ、そうなの？ここで引いてもってこと？ガチ？神じゃん。お、ラビット招待。ナイス。 SRT 特殊学園ラビット招待の月行き都です。先生、嬉しい。ご指示を。え、ナイス。え、マジか、嬉しいな。ラビット招待普通にミユ以外も好きだからね。で、これで届きますよと。ワンチャン進化の可能性残してるかね。変わらずの石か。ミレニアム学園、音瀬小玉。先生の声が聞こえたのでここに来ました。迎えますか。まあでも正直大勝利。こんにちは先生。あざっ、トキです。潜入用衣装に身を包んだエージェントとしての真髄お見せしましょう。おお、い
大勝利だな。新規が多すぎる、マジで。いや、気持ちいいガチャでしたね。正直言って。これはガチャが引きたくなるわ。え、しかもね、え、嬉しいな。いいね、宮古美咲が特に嬉しいな。俺の好きなキャラのあれでいくと、うん、嬉しいっす。え、なんか育てておいた方がいいキャラっていんの？任務とかあれするのにおいて。椿、ウイ。あ、ウイ強いんだ。コスト半分にするやつだっけ。いや、俺一応最近は総力戦やってる。けど、まあそんななんかその攻略のために、中力してないって感じ。普通に簡単にできるやつだけやって、あと相当してる。椿強いんだ。椿小春いより、うんうんうん、あ、正月風かも。へえ。ウイはエキストラ最大にしてから。あ、なるほど、結構時間かかる感じか。椿なしでどうやって進められたのか。進められたも何も、進めるとかってある？ブルアカって進めるとかないんじゃない？任務、別に任務そんな進んでないぞ俺。18とかまだ。ここまでだ。17終わったとこだ。意外といい感じなのか。なんか21ぐらいまで行くとカフェランク上がるんだっけ、確か。一応それを目指してるんだっけ。だけど椿は結構汎用性が高い感じか。ラン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 。あ、え、18でも上がるんだ。あ、へえ。じゃあ上げとこう。なんか任務は割とレベルより甘い、推奨レベルより甘いイメージだから、なんか18ぐらいだったら全然今のままでもいけそう。今日はまたどんなことが待ってるのかな。ランラランラン。な、本当だ、プラナ消えてる。うんうんうん。
れかな、後日談2みの後に去っちゃったのかな、もしかして。そんなに食べられません。どん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 、え、もっと確率高かった気がするんだけど。あ、いた。あ、待機中。待機中。解決しなければならない作業が多数存在しています。多数存在しています。ここで先生のさまざまな仕事を進行できます。進行できます。宇月先生、ご希望のお仕事を選んでください。よし、終わろう。いや、おもろかった。いいベストだったわ。いや、なんか楽しくできてますね。じゃあ、ほんでは本日は、オツということで、おやすみなさいでした。カルバノグ2もね、カルバノグ2じゃねえわ。カルバノグ2章もね、楽しみで。まあ、その時が来たら、まあ、メインストーリーも普通にやろうかなと思ってますので。まあ、ちょっと、まあ、番外編ということで、オツでした。おやすみ。